はい、皆さん、こんばんは。沖縄歴史クラブの、浜地辰馬です。本日はですね、つい最近刊行されました、琉球沖縄歴史第3号に、掲載されています、小禄龍二さん、大城直也さんのお二方の論文について、執筆者のお二人から、軽い解説や、この時代どういうもの、この時代はどういう時代だったのかということについて、お話ししていただこうと思っております。早速なんですけれども、じゃあその琉球沖縄歴史第3号ってどういうものなのかということについて、情報を共有したいと思います。はい、琉球沖縄歴史第3号という、雑誌、琉球沖縄歴史学会という学会があるんですけれども、その、機関誌ですね、に、なります。5本の論文と1本の研究ノートで、小特集が組まれております。で、販売先はですね、予定なんですけれども、順久堂書店、那覇店さん、楊寿書院さん、ブックスジノンさんの、3店舗になります。はい。で、もう一つ、はい。で、すみません。画像が飛んでしまったんですけれども、各3店舗において、ネット通販もありますので、今回の配信を見て、ご興味をいただかれた方は、購入していただいて、ければ幸いですということですね。はい。で、琉球沖縄歴史学会、会員も募集しておりますということで、年会費が、以下の通りになっておりまして、これまで、行われてきました例会についても、YouTube から、見ることができます。で、今回はですね、非公式なんですけれども、琉球沖縄歴史学会の、広報も兼ねて、今回沖縄歴史クラブチャンネルで、このお二方の論文を紹介していきたいと思います。では、そのお二方のお話に入る前にですね、今日お二方がに話をしていただく、時代というのが、どういうものだったのか、どういう時代だったのかということについて、ですね、軽く、情報を、見ていきたいと思います。今日お二人にお話ししていただくのは、19世紀中頃の琉球についてなんですけれども、この19世紀中頃の琉球っていうのを取り巻く、東アジア情勢っていうものがどういう時代だったのかということを簡単に見ていきたいと思います。画面のですね、左部分に、軽い地図を入れているんですけれども、それを見ながら、話をしていきたいと思います。まずはですね、1840年に起きた、アヘン戦争を皮切りに、欧米諸国の影響というのが東アジア地域において、強力になってくる。そういった、時期が、まず19世紀中頃の、開始の時点で、時ですね。で、次に、大きな事象としては、1853年には、江戸幕府へと開国を迫る、ペリー提督、アメリカが、日本進出の足がかりとして、琉球、那覇港へと、来航するという時代、ことですね。で、那覇に来航した、ペリー提督一行は、その後、小笠原らによって、江戸に行く。で、江戸で、会談を行った後、那覇にまたもう一度戻ってくるというような状態です。で、その後、1855年には、米国以外にも、フランスと、ルフツ修好条約を結ぶなど、欧米諸国の、東アジア進出の波というものが、琉球王国を巻き込んでいく。そういった時代が、19世紀中頃の時代となっています。で、この時代、軽くまとめますと、これまで、いわゆる対明や、対清、さらには対日関係の、いわゆる狭間で、均衡が保たれていた琉球、琉球を取り巻く東アジア情勢というものは、それまでと全く違う、いわゆる変化の時期
に、入っていくこととなります。で、この時期についての近年の先行研究なんですけれども、この2つの著書があります。1つ目、黒船来航と琉球王国、上原健全先生のご著書なんですけれども、簡単に言いますと、19世紀の琉球における欧米諸国の活動について、詳細に研究を行っている書籍ですね。で、もう一つの、ティネ・ロマルコ氏による、世界史から見た琉球諸文、この書籍は、この後に起きる、琉球諸文について、欧米諸国の各担当者などからの視点で、分析が行われた研究です。これら両者の研究というのが、じゃあどういった視点から行われた研究なのかというと、いわゆるある歴史事象に関する資料に基づいて、その実態について分析を行っているというもの、いわば、歴史事象そのものについての実態を解明しようとする視点が、主たる視点となっています。でこの視点というのは、今日、お話ししていただく、お二方の研究論文とはまた少し異なった視点であるということを、一つ覚えておきながら、お二人の話を、お伺いしていただければなと思っております。はい、それではですね、本日、お話をしていただく大城直也さん、小六龍二さん、すみませんが、少しお顔を出していただいてもよろしいでしょうか。はい、お二人とも、今日はどうぞよろしくお願いいたします。ですね、します今日の予定では、お二人とも、お一方ずつ、1人20分程度、各論文について、いわゆる、ガイダンス的な、お話をしていただきまして、その後、チャット欄等に書かれている質問にも答えながら、フリートーク、いくつかテーマを決めてはいるんですけれども、それに沿ったような形で、進めていければなとは思います。では早速になるんですけれども、小六さんの方からですかね、小六さんの方から、論文についての、内容の紹介というのをしていただけたらと思います。それでは、よろしくお願いいたします。はい、どうぞ先に画面共有の方を始めさせていただきますね。あ、見えてますか？大丈夫そうですか？はい。画面は問題ないでしょうか？じゃあ、はい、早速始めたいと思います。ただいま、紹介に預かりました、小六龍二と申します。今回、こうした形で、発表をというか、研究を、皆さんと共有できる機会をいただいた、けたことを本当に感謝いたします。よろしくお願いします。早速、内容の方に入りたいと思うんですけれども、今回、論文を、初めて、投稿してですね、その内容に沿って主に話したいと思うんですが、今回、報告のタイトルが、琉球国の対欧米発給文書の、再発見、石膏の紹介を兼ねてというタイトルでやらせて、いただきたいと思います。で、最初にちょっと自己紹介をしたいと思うんですが、私自身は、琉球大学法文学部を2019年卒業して、で、その同大学の大学院を、2021年に卒業する、して、で、現在、大阪大学の大学院の博士後科で1年ということに、なるんですが、研究テーマっていうのが、欧米と琉球の関係書、グローバルヒストリーの文脈から考えるという形で、一応やってはいます。欧米と琉球の関係は当時のアジア、世界史の中でどのような意味を持っているのかとかですね、あるいはグローバル時代によって琉球の主体性とはそもそも何なのか。っていうあたりも見ていく研究をしています。で発表者の私の問題意識としては、これまで消極的なイメージを捉える傾向にあった欧米と琉球の関係の見直しがあるわけでして、
極端なこと言うと、やっぱちょっと主体性、自立性がない、あるいはそれを喪失した琉球像っていうのが、西洋との関係なくどうしても出てくるわけですね。要は、中国との日本の関係、その二つの関係に縛られてしまって、そういした、いわゆる、それ以前、その日本と中国の関係で縛いたからこそ、うまく安定したんだけども、西洋が来たことによってそれが崩壊していって、それが琉球処分につながるとかっていうですね、そういう歴史像っていうのが、これまでは、かなり支配的なものだと僕は理解しています。こうしたですね、ある意味で、琉球がそういわゆる主体性、自立性がないという、この琉球像をどういうふうに見ていくか、克服していくかっていうのがあるわけですね。これまでの研究では、琉球が西洋との関係を論じる上で、やっぱり中国に琉球に滞在した宣教師とかがいて、それを退去させるために清国の請願を行ったっていうところで、琉球の主体性を議論するものもあるんですが、それは裏を返せばやはり西洋と琉球の関係は、そもそもうまく対処ができないっていう、そういう諸様の前提があるわけなんですね。そういう前提があるからこそ、そういう研究、が出てくるということを、裏を返せばそういうことになるかなと思うんですね。で、今回、僕自身の問題というのは、やっぱ欧米との文書、手紙という言葉で言い換えてもいいと思いますが、その手紙から琉球側の主体的な鋭利を読み取るということをですね、外交慣習において、琉球ってのはどういうふうに、欧米と向き合って、かつどのように応答したのかっていう、そういう、議論なんです。で、二つ目が、いわゆる異国船来流史とか、異国船来航史って呼ばれる枠なんですけれども、これまでの琉球と欧米との関係を論じるで、しばらくしば使われるこの言葉なんですが、異国船来航とか来流って言ってしまうと、やはり来航される側の琉球がいて、いわゆるその来航、いわゆる対象ですけども、来航される琉球がいて、いわゆる来航してくる西洋がいるといいますか、そういう狭い、なんですか、枠というか、そういう、やや狭い視点から結局はその一つの地域史であったり一つの一国史という枠組みの中で議論される傾向にあるという言葉がこの言葉に込められていると僕は思うんですね。そういう枠組みではなくて、むしろ様々な世界の動向と琉球をつなげて上で、それを、実証的にというか、しかもグローバルな視点からその琉球と欧米の関係を浮き彫りにしていく。そういう、問題意識で研究をやっています。で、その際にですね、それを言うのは可能では、実際にそれを言うのであれば、では実際どういうふうなアプローチが有効なのかというと、やはりその分析の基礎、ヒントとなるのが、対欧米発給文書となると私は考えています。で、この図で見ると、まず、19世紀の琉球のその対外関係と国際環境をまず、お話ししたいんですが、こうしてみると、アゴの線っていうのが、いわゆるその文書ですね、手紙のやり取りがあった国なんですけれども、イギリスとフランス、そしてアメリカが、琉球との間で文書のやり取りがありました。で、イギリスとは結構頻繁にやっているんですが、条約の締結には至りませんでした。フランスとアメリカは、文書の関係もありますし、条約も締結すると。一方で、オランダとは、文書の関係はないんだけれども、条約は締結するという関係ですね。で、やはりその琉球が、こうした欧米諸国との関係を構築していく上で、やっぱそもそも琉球っていうのは外交とか交渉とかですね。そういうのっていうのはどういう考え方があるかっていうと、やっぱりいわゆる清国のいわゆる中華的な国際秩序からの影響もあって、やっぱ外交交渉はやっぱり上下関係が前提だよねということが、やっぱりそういう考え方、外交においてそういう考え方が、やはり支配的なものなんですね。で、ところが、19世紀に入ると、やっぱり、西洋という存在が出てきまして、外交交渉っていうのはやっぱり国と国との対等な関係が前提だよねっていう、これはむしろ新しい価値観になるわけです。琉球にとっては新しい価値観になるわけなんですけれども、その価値観も考え方も全くの逆の欧米世界、西洋世界と、いわゆる従来琉球がいる、そういう、上下関係が前提のいわゆる括弧付きの外交っていう、
環境の中でいるわけですね。じゃあそういう二つの秩序というのがまずある中で、まあどうやったらこの西洋と付き合ったらいいんだろうっていうことを琉球側っていうのはやっぱどうしても考えていかなければならないわけですね。まあそれをやはり考える上でやっぱり重要になってくるのはこの、手紙の存在なんですね。この手紙というのはやはりその実際に交渉で渡される、いわゆるまあ生の資料ということになっていて、まあ、その手紙のあり方を分析するということは、まあ、琉球がその秩序というものにどういうふうに向き合ってきたのかっていうのを考える上でも重要な前提というか、まあ、非常に重要な、貴重、まあ、その資料になるわけなんですね。で、そうなると、じゃあ、これまで西洋と、まあ、欧米と琉球の間の文書であったり、また、琉球が西洋に出した文書っていうのは、これまでどういうふうに扱われてきたのかということが、まず挙げられます。まあ、これまで、ここでは、琉球が西洋に出した文書を、対欧米発給文書というふうに呼びたいと思いますが、この対欧米発給文書を取り上げた論文や著書っていうのは、主にイギリス、アメリカ関係とフランス関係の2つに分かれることが、分かれています。ただ、この見てわかるように、まあ、1929年が一番古い論考で、で、一番新しいのが1981年ということになるんですが、まあ、ただ、これまでの、論文や著書っていうのは本格的な分析はないわけでして、まあ、扱われている文書も、その上、1844年から1850年までと限定されているということも、ございます。まあ、やはり当時は本格的に分析するための材料、情報とその資料環境が、非常に不十分だったということが、やはりございます。そのため、この1981年以降のこの最後の著書を最後に、この資料について論じた研究っていうのはもう見られなくなってしまったというわけ、見られなくなってしまったということになります。しかし、この最後の著書から約40年が経過した現在ですけど、琉球史研究も相当大きく進展しましたし、まあ、資料環境も、まあ、充実してきていると。また、当時の琉球をめぐる国際環境も徐々に研究で明らかにされつつあるわけです。で、こうなってくると、まあ、今こそ再び対欧米発給文書に光を当て、琉球の視点から欧米との関係に迫る必要があるのではないか、ということが、出てくるわけでございます。で、まず、そうなると、やはりこの琉球のその文書っていうのは、一体どこに残されているのかとか、そういうことがまず問題になってきます。で、私自身まだまだ、調査は継続中なんですけれども、まあ、いわゆる日本国内にあるものがございまして、まあ、沖縄県内には正見文書や、比嘉女勧進文庫に、文書のですね、琉球が欧米に出した文書の写本が残っていると。で、この写本っていうのは他にも県外にあるその東京大学資料編纂所にも残されているということになっています。で、フランスには、パリ外国宣教会というところがあって、そこが文書の原本、まあ、オリジナルですね。つまり、その、まあ、琉球側が結局原本は欧米の方々に渡しているわけなので、まあ、外国に残っているっていうのは別に何も不思議なことではないんですけれども、で、その、まあ、フランスにはそのオリジナルが残っていると。で、アメリカでは、まあ、イェール大学という、IB リーグの、大学で、その、スターリング記念図書館にも、その、写本が残されているということが分かっています。で、ここまで、先ほど、フランスとアメリカとイギリスの間で文書のやり取りがあったんですけど、そして、イギリスにもということで、イギリスにもある可能性は非常に高いということになります。で、まず、とりあえず、この、現在分かっている文書の、たくさん集めて、そして分析して、いろいろ分かったことが、ございます。で、まずそこをまず皆さんのとにお話ししたいと思うんですが、まず一番目はこう人々の動きですね。まあ、欧米の文書の作成には様々な意見が必要だったということが分かりました。で、大府内の様々な立場にある人々が内容を決めます。文書の内容を。そして時には、その琉球にいるその薩摩藩の役人である財閥奉行との相談といったやり取りもあったわけです。
で、その文書の発給には、この琉球国王の裁可が必要でした。で、まあ、これは琉球国内では基本的に内政外政に関わるあらゆる案件、関する、あ、すみません、ちょっとおかしいですね。外政に関するあらゆる案件が、まあ、国王の裁可が必要だったということが分かっています。まあ、要するに、まあ、琉球王府がもう一、みんな一丸となって文書内容を決めて、で、これを国王が OK を出したら、まあ、文書に印鑑を押されて発給と。で、これが欧米人たちの手元に残るということがあるわけでございまして、まあ、要するに、この欧米との関係においては、とりあえず、この王府内では様々な人たちの意見というのが求められたわけですし、で、まだそれをやる上でも国王の、許可が必要だったということが分かりました。で、二つ目なんですけど、これは、つまり文書の様式、これはフォーマットなんですが、まあ、やはりその、ただ、欧米とのやり取りをする上で、ただ適当に文字を書くわけではもちろんなくて、やはりその、ちゃんとしたフォーマットを書いてやらないといけないわけなんですけれども。で、その、琉球というのは、じゃあ一体、欧米との文書においてどういう様式を使ってきているのかということなんですが、で、まずこの1、2、3と、細かく、本当はもっと細分化できると思うんですが、一応大まかに分けて3つに分かれると思うんです。1つ目がこの敬と呼ばれるタイプで、で、2つ目が品。で、三つ目が公式認可タイプと呼ばれるものになります。まあ、この K っていうのは、いわゆる個人間の、いわゆる個人間のやりとりでよく使われる、文書のフォーマットなんですけれども。で、これは、で、それが次にさらに上が、いわゆる品ですね。これは、中国との、役人とかとですね、そういう文書のやりとりもやるときに、こういう形を用いているというわけですけれども。で、何がこれ、この、そもそもなんで、じゃあ、様式なのか。ということが、ということになるんですが、つまりこれは、琉球王府というのは、つまり中国の文書様式を参考に、相手の立場によってその様式をいろいろと模索しているという、まあ、その、まあ、模索、まあ、試行錯誤をしているということが、やっぱりわかるわけなんですね。で、まあ、もちろん、そのやっぱり中国の、いわゆる文書の様式の考え方と、もちろん欧米との考え方というのは必ずしも一致はしてはいないんですが、しかし、その中国のいわゆる漢文の文書様式を参考にしながら西洋とやり取りするのはこういう様式がいいんじゃないかとか、あるいはこういう様式ではダメで、この様式の方がいいんじゃないかっていうですね、そういう形でいろいろ考えて考えてっていう、そういう試行錯誤を琉球はしていたということが分かっています。で、三つ目ですね。これ三つ目はまあ、その差出人ですね。まあ、この、じゃあ実際手紙を書く、まあ、文書を書くのは一体誰なんだということになるわけなんですが、まあ、いわゆる琉球国後期、薩摩が琉球を支配していた時代から、まあ、琉球が、沖縄県になるまでの時代では、まあ、琉球国王の文書、手紙が届けられてっていうのは、いわゆる対中国と対日本という関係で、基本的にあったわけなんですが、ところがやっぱり、欧米との関係では、やはり国王やその王府首脳の代理人が文書を発給しているっていうところが、まあ、基本的には彼らが発給しているっていう点で特徴があるかなと思います。で、欧米にこの文書を発給した人々というのが、まあ、総理官、政官、地方官と呼ばれる方々なんですが、まあ、総理官はいわゆる琉球国王と、まあ、琉球国王の補佐の、まあ、シッシーの代理なんですが、まあ、彼らが出しているのも総理官文書なんですが、で、二つ目が、この三司官っていう、琉球の、いわゆる行政のトップなんですが、この行政のトップの代理人として府政官がいて、彼らが出す文書が府政官文書ということになるわけなんですね。で、三つ目が那覇地方官という、那覇港を管轄する、いわゆる臨時的役職で、これ、彼らが、その、も、また文書を発給するということが、分かっています。では、実際に、じゃあその文書の方を、大まかに話していきたいと思うんですが、まず、その総理官文書というのは先ほど述べたように、基本的に琉球国王であったり、摂氏の代理として文書を発給するというのがあります。ですが、総理官文書には実は前史があって、それが1816年の院章なんですけど、18世紀後半になると、まあ、アジアの海でもイギリスが徐々にその勢いを伸ばしてくるんですね。そのイギリスも、その、もその、
琉球にもどんどんやってくるようになりますし、その彼らとの接触、その琉球とイギリスの接触も非常に頻繁になってくることがありました。で、そうした中で1816年に、この琉球王府はイギリス人に対してこの院章という文書を発給しています。この院章というのは、発給した主体、いわゆる差出人は、末大夫と呼ばれる人、なんですが、これはいわゆるもう当時の国王である昭光王の代理なんですね。いわゆる使者なんですけども。で、この、末大夫によるこの院章が、いわゆる当時、イギリスの摂政皇太子だったジョージですね。プリンスリージェントって呼ばれているんですが、後に、ジョージ4世になる人物ですけど、彼宛に、この院章という文書を発給しているんですね。なぜ発給したかというと、当時、1816年に来たイギリス人たちは、琉球国王とぜひ、お会いして、滞在調査になったお礼がしたいって言うんですが、琉球側はずっと拒否するわけなんです。で、その、イギリス側はそれで、もし会わせてくれないのであれば、一度国に帰って軍艦を派遣してもう一回やってきますということで脅しをかけるわけですね。で、それで琉球側は、そうしたことはもう起こらせたくないということで、それを、記した内容を、つまり国王がと会えないということを証明した文書を発給する必要があったわけです。で、それで、琉球は、院章という文書を発給したわけなんですね。で、この院章は原本が残っているかどうかちょっとまだわかりませんが、ただ下部と旧用に、に転載されていて、その内容を知ることができます。で、この下部の中には、その押印されていた印が、その琉球国印と記されていたことがわかります。で、この琉球国印は後に総理官印として1846年から使用されるようになります。つまり、この琉球と西洋の本格的な外交っていうのは、この1816年にも始まっていたんだということが、わかるわけなんですね。で、総理官文書が1846年から発揮されます。その前史としては、先ほど紹介もありましたアヘン戦争があって、その中国の沿岸の港が、開港して、欧米の船や欧米人たちの活動が非常に活発になります。で、この下流れ時代背景もあって、琉球国王の代理として新たに常設の総理官というのが出てきます。この総理官の文書っていうのが1846年から発給されるようになります。で、この総理官の文書というのは、実は原本がパリ外国宣教会が持っています。で、またイェール大学のスターリン記念図書館にも写本が残っているという、残っています。でですね、実はこの総理官文書には、この1816年と同様に琉球国印が押印されているんですね。これが、実際にの印鑑なんですが、これはちょっと原本から引っ張っているものではありませんが、つまりその、で、この琉球国印というのは非常に興味深い印象で、これは要は後に1850年代の条約の締結にも使用されているわけなんですね。この写真は条約に押印されたものになるんですが、しかし条約に押印されている前というか、そもそもこの琉球国印っていうのは、文書に押印されるというのが、通例だったんですね。で、次にこの不正漢文書なんですが、この不正漢文書は、もうこれはちゃんと前史というか、この不正漢文書が発給される前提みたいなのがあって、1832年に、イギリス人が、に発給された琉球王府の公式文書があります。当時、そのイギリスの東インド会社の船が琉球にやってきて、貿易を要求するんですが、琉球側は文書を出して拒否します。その文書の発給したいっていうのが、これまでほとんど議論がなかったわけなんですが、おそらく私の推測では、これはおそらく三司官だろうと、いうことを考えています。つまり、その琉球の行政長官が、文書を出して、イギリス人の貿易拒否したということですね。ところが、1840年で東アジアの情勢変わってくると、不正漢の文書ですね。つまり、三司官の代理が文書を発給するようになるんですね。で、これは、パリが、これも先ほど述べたパリ外国宣教会がの、あの、持っている、原本を持っています。この不正漢文書は実は1850年あたりぐらいから発給されなくなるわけなんですね。そうした、限られた期間ではありますが、不正漢の文書も発給されたと。で、その際には、こうした不正漢の印鑑、
が応印されたということも分かっています。で、この総理官、政官の次、連名文書というのが実はあります。これは1849年から発給されます。で、この、で、発給者っていうのは、琉球国中山総理大臣、うんぬん、布政大夫うんぬんなどというふうに表記されていて、この、いわゆるその総理官、政官全員の意思であるということを表明するための連名の文書なんですね。まあ、実質上は要は琉球の王府の総意であるという意味合いがあると思います。で、この総理官、政官の連名文書にも、印鑑が押印されているんですね。これは同じ琉球国印の印鑑ですけども、つまりその従来総理官の文書に押印されたものが、総理官、政官の連名文書にも押印されるということがあるわけですね。こうしてみると、1816年に、この琉球が西洋との間で文書の、印鑑を新しく作って、で、それが、こう、ずっとこの後も続いていくと。外交でずっと同じものを使っていくということがわかると思います。で、最後にちょっと述べたいのはこの那覇地方官文書なんですが、この那覇地方官文書については、不明な点がかなりありますが、那覇地方官自体は1816年から登場した役職になります。で、主にその久米村の資金台風が担っています。まあ、かなりの、要はその久米村の中でも、王府のそのいわゆる、その久米村ですね、その久米村の中でもかなりの地位のある人たちが担ってたんですね。ただ、やっぱり那覇地方官の文書っていうのは、その総理官、政官で比較すると、やっぱ少ないわけなんですね。で、また原本も残ってないで、意味も不明なんです。だから、ここは今後のやっぱ課題になってくるのかなと思います。すいません。ちょっとやや駆け足になっていますが、最後に、なぜ、この、対欧米発給文書の研究をするのかということを述べたいと思います。で、文書群というのは、繰り返し述べているように、やっぱり琉球王府と欧米のやり取り自体生の資料であるということ。で、また、琉球側の対欧米認識や外交論理を考えるで極めて重要な資料だと私は考えています。文書を通して、当時の琉球王府の人々が欧米との関係をどのように模索したのか、その考え方や試行錯誤を教えることができるわけです。で、今後はやっぱり欧米が琉球に出した文書も含め、あるいはその当時の国際環境とも照らし合わせることで、欧米と琉球の相互作用をさらに議論していく必要があると考えています。はい、すみません。最後、駆け足になってしまいましたが、以上で発表の方を終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。はい、共有を停止いたします。大枠さん、発表ありがとうございます。ですね、チャットの方も少し賑わってはきているんですけれども、このまま続けて、大城さんの、研究論文について、紹介に入っていただきたいと思います。それでは大城直也さん、発表の方よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。ちょっとじゃあ画面の共有しますね。これいいかな。はい、では発表させていただきます。画面の方は映っていますかね。大丈夫ですかね。はい、では私の方です。発表させていただきます。私、大城直也と申します。那覇市歴史博物館で歴史資料整理員というお仕事をしております。こういったズームといいますか、こういった形でですね、発表するのはちょっと初めてなんですけども、ちょっと至らないというのはあるかと思いますが、よろしくお願いいたします。はい、早速ちょっと発表の方に移っていきますけども、今回は冒頭で、ありましたように、琉球沖縄歴史の第3号に載せさせていただいている、私の論文といいますか、というものをちょっと概要というのをちょっとご紹介できたらなというふうに思っています。では早速入ります。で、19世紀のですね、琉球をめぐる国際関係という感じなんですけども、冒頭で浜地さんがですね、すでに、若干概要の方をご紹介しておりましたが、1840年にですね、アヘン戦争というのがあって、これを契機に、アメリカとかイギリスとか、特にイギリス、フランスとかですね、西洋諸国が東アジアへ進出していきます。要はこれは活発化していくんですね。これを西洋の衝撃と言います。
で、まあ、よくまあウェスタンインパクトとかですね、ふうに今、よく歴史研究の世界では呼ばれたりしているんですけども、こうしたときに、じゃあ琉球王国というのは、こうした西洋諸国、まあ、異国船に対してどのような対応を取っていたのかというのが、今回のテーマになるんですけども、おおむね、まあ、研究の歴史ではですね、2つの対策が明らかにされています。でその1つがですね、まあ、異国船来流に、芸術体制ということで、まあ、総理官、先ほどあのおろくさんのお話でもあったと思うんですけども、総理官、府政官、地方官と呼ばれる、まあ、議名とですね、議官の組織、この人たちによる、まあ、対応です。でもう一個僕の方がですね、お話なんですけども、まあ、ここです、今回は異国船対応に関する規定、まあ、制度というか、まあ、法制度といいますか、そこについてちょっと取り上げます。まあ、ですので、ちょっとあのお堅いお話になるかと思いますが、はい、よろしくお願いいたします。で、異国船対応に関する規定というのはですね、まず最初に、この宝永元年五条目というのがあります。これがですね、まあ、一番最初の、まあ、一番最初というか、大きな大原則になっていくんですけども、まあ、それ以前もですね、薩摩藩経由でいくつか、何回か2つされてるんですけども、まあまあ、これの完成版といいますか、ものが宝永元年五条目だって、で、全15か条ほどあってですね、でその中身を見ていくと、まあ、中国船とか朝鮮船とかですね、南蛮船とか、まあ、オランダ船の、まあ、漂着船に関する対応になります。でこれが非常に、まあ、大原則というかですね、まあ、根本法として機能するんですけども、でこの船、この法制度がですね、まあ、日本近世紀 の海域、安世紀、まあ、海域と安世の大体1850年代から、安世が大体1856年だったと思うんですけども、そのあたりにですね、宝永元年五条目が改定されていきますけれども、その時の要因というのは、まあ、背景がですね、異国船が来流した時、まあ、増加していくんですね。先ほどの西洋の衝撃によって増加していきますけど、それと安政期に関していくと、まあ、琉球が条約を結ぶ、それに伴って、まあ、対応を定めないといけないということで、条約締結の対応に呼応する形ですね、安政期の、まあ、五条目というのが付されるという流れになります。でまあ、これはちょっとおおむね、来航状況を軽く記したものですけども、まあ、ちょっとだいぶ前に作ったものなので、おそらく現在の研究を踏まえて、ちょっとやや更新されているかなと思うんですけれども、おおむね大体このような、下がっているんですけども、1950年代に関すると、特に条約締結という琉球の場合ですね、琉米、琉仏、琉蘭の修好条約の締結がありますので、まあ、ちょっとより、様相が変わるような状況であります。で今回、異国船対応に関する研究としまして、まあ、研究の歴史のことも先行研究という呼ぶんですけども、それではですね、五条目の意義や、まあ、五条目を用いた事例について、まあ、検討されているんですけども、ではしかしですね、じゃ近世紀一貫して異国船対応に関する規定というのがですね、まあ、五条目のみなのかというような感じがします。まあ、問題点として浮上します。で特にそれが一番顕著にあるのがですね、この霊抜きという資料があるんですけども、これは琉球国表情書文書という浦添市教育委員会からですね、刊行された資料集の中に、含まれているし、資料の一つなんですけども、この霊抜きという資料を見ていきますと、1860年ですね、この霊抜きは最終的には1860年にできるんですけども、この中にですね、琉米条約に関する対応の記述がありまして、でまあ、ちょっとごめんなさい、資料ちょっと掲げているんですけれども、一つ、アメリカ国の船、まあ、いろいろあってですね、でその最後の二つ目の一つ書きですね、右他のことにて、すべて御用帳に基づき、これまでの通り、特に計らいべきことということで、まあ、なんですかね、これに、ここでのこの赤字で、ちょっと色を引いているんですけれども、御用帳に基づきという、この御用帳というのはですね、まあ、先行研究では、まあ、改訂版の五条目ですと。で一番最初の改訂版ですので、まあ、海域の五条目というふうに解釈されてきました。ではですね、証券文書というのがあるんですけども、一つの資料群として、那覇市歴史博物館が所蔵している証券関係資料の中の一つに証券文書というのがあるんですが、ここにですね、異国船関係資料というのがあります。まあ、いくつかバリエーションがあるんですけども、その中にですね、異国船関係で見ていくと、異国法御用帳というのがありました。一体これ何かなという感じなんですけども、まあ、その性格と意義というのは、やはり琉球の異国船対応を考える上では、非常に検討する必要があるのかなというふうに思ってまして、でそうすると、じゃあ、異国交互用帳の位置づけはどうなのかなというのが、まあ、今回の論文の問いの出発点になりました。で今回の論僕がちょっと書かせてもらった論文ではですね、
まあ、第1章の方では、まあ、全体像なんですけども、異国保護要諸の性格で、2つ目に、まあ、同類型規定書との比較といいますか、あの異国保護要諸のようにですね、あの対外関係に関する規定というのが、リキもいくつか備えてますけども、それと比較して、まあ、どういったところに類似点があるのか、あるいはそこは、まあ、なんですかね、その特徴が、オリジナリティがあるのかというのをちょっと考えてみました。で最後の3番目にですね、まあ、条約締結以降の異国保護要諸ということで、まあ、その位置づけをですね、まあ、してみたというようなのが、まあ、今回書いた論文のまあ概要になります。で今回のお話ではですね、まあ、その異国保護要諸とはそもそも何かという、まあ、性格の紹介です。で、まあ、同類型規定の比較ということで、まあ、似た、規定書を一つ取り上げてですね、まあ、比較をしてみた。で、条約以降のですね、まあ、異国保護要諸の位置づけについてちょっとお話をして、ちょっとまあ、まあ今回の論文のご紹介にちょっと変えさせていただきたいな。で、異国保護要諸の性格なんですけども、ちょっと赤字でちょっとポイントのところを聞いたんですが、まあ、6つの規定がありまして、まず、まあ、オランダ製の漂着と通船にかかる規定、で、2つ目に破損に関する規定というのがあります。でここら辺の 1つと2つ目の条項に関してはですね、非常にあの同様な条文というか、ものが書かれています。で、でただしですね、3つ目から6つ目のお話というのが非常にこのバラエティのある規定が備えていて、大変ここら辺が読んでいて面白かったというところなんですけども、3つ目がその異国船漂着時の士族同意に関する規定ですね。で、4つ目がですね、来航現場、まあ、異国船が、まあ、来着というか漂着した場所へ この移動手段に関する規定で、5つ目がですね、まあ、移動手段に関する規定に伴って、まあ、役人が移動するわけですから、この人役派遣される役人衆へのですね、まあ、物資供給というか、まあ、食料に関する話ですね。で6つ目にですね、まあ、おそらく異国船は、まあ、あの必ずしも那覇港に漂着来航するというわけではありませんので、まあ、沿岸部の紛りですね、うん、あのまあ、紛りというとあの今の現在の沖縄のですね、行政、まあ、市町村の行政区画に相当しますけども、この異国船来航のですね、各紛れでの対応、まあ、初動対応というふうに理解してもいいかなというふうに思います。で、これが6つの規定があります。で、ただですね、この6つの規定とですね、後続してというふうに考えているんですけども、まあ、琉米条約の移しと規定とですね、で、琉仏条約の移しと規定というのが、それぞれ見られまして、まあ、そこが異国保護要諸のなんていうんですかね、位置づけに関わるものかなというふうに思っております。で、先ほどの規定の1と2というのがですね、あの漂着、通船、破船に関する話ですけども、これなんかはですね、まあ、非常に先ほど冒頭で紹介した、まあ、漂着船の根本法である5条目と一緒に関連した条文を規定しているので、まあ、5条目の系譜を引いているということが分かりました。で、ただし3から6番目の規定はですね、まあ、あの最初のメニューというか、もので分かるかと思うんですけども、何て言うんですかね、琉球国内の対応をですね、まあ、文章化したものというか、明文化したものになりまして、まあ、非常に五条目にはない独自性があるんですね。まあ、もうちょっと突っ込みますと、非常に現場レベルという、非常に移動手段とかですね、食料供給とか、あの士族の動員に関する話とか、非常に現場レベルの規定が収録されているというのが、非常にあの異国保護要諸のですね、オリジナリティというか、独自性のになると思います。で例えば士族同意に関わる規定を話しますと、例えば一つですね、王子州は異国船が琉球に渡来した、来航したということを確認できたら、一つ王子州は御所院へ詰めること、まあ、御所院というのは首里城内の一つのエリア、まあまあ、執務室というかですね、ここですかね、執務室だったと思うんですけども、この御所院へ詰めることとか、で他にはまた、アジ、上方は遠隔で詰めることとかですね、ちょっとまあここら辺、首里城内って書いちゃったんですけど、まあ、首里城とか首里城周辺のですね、まあ、いる士族、まあ首里系の士族ですね、の動向が規定されていると。で、飛んでですね、泊まりの侍は草原家詰めること。で、次に久米村の侍は上野天平詰めること。で、最後に那覇の侍は親店詰めることといってですね、琉球の士族というのは首里、那覇、泊まり、久米村と4つにこう区分できるんですけども、この琉球の士族の、まあ、異国船が来航時の、まあ、詰め所というか動員する場所について非常に規定されていると。で、こういった話をですね、なかなか異国船を記録した、記録から見出せないというところがあるので、まあ、琉球がですね、異国船が来たときにどういうふうに動いていたのかというふうに考えられる、まあ、考えることができる一つの素材かなというふうに思いました。で、同類型規定の比較なんですけども、それここはさらっと流しますけれども、多量船御用帳というのはですね、漂着日本船への対応規定になります。で、
こちらも6つの規定があってですね、そのうち1、2、4、5、6がですね、日本船が漂着した時の対応とか破損ですね、で移動手段、破損先の、まあ、漂着先の役人の移動手段とかで、物資供給とかで、日本船が来航してきた際の、まあ、紛れでの対応とかですね、非常にその異国保護要請と、まあ、同様なというか、まあ、非常に趣旨が似た規定が、設置されています。まあ、ただ3番目のですね、漂着日本人の物資供給に関する規定というのは、まあ、ここはちょっと対応戦後要請の、まあのみ、設置されている規定なんですけども、まあ、概ね何ていうんですかね、まあ、類似性の高い、規定書というふうに思います。じゃあこれはですね、あくまでもちょっと今回の論文では推測というか、まあ、推定という形で書いたんですけども、異国保護要請と類似した規定が多領船護要請というのは、まあ、指摘できると思うんですけども、うん、対象船舶に違いがあるんですけどね。ただその時の成立策定年代はいつかというところが非常に問題があります。で、両規定書ともですね、事例がいくつか挿入されてまして、おおむね17世紀末から18世紀初め、まあ、多領船護要請に関して言うと、ちょっともうちょっと伸び、18世紀半ばぐらいまでだったかなと思うんですけども、そういった事例が挿入されている。しかしながら、19世紀の事例がないというのが、一つの共通項かなと思います。じゃあですね、両規定書の成立時期はというふうに考えますと、ちょうど18世紀に入ると、こう多くの内政とかですね、まあ、対外関係に関する規定が定められていく時期でしたので、まあ、ここら辺も周辺の規定が制定されていく、まあ、時期ということを踏まえてですね、あくまで推測としてですが、18世紀中央にですね、異国保護要請や多領船護要請というのは成立したというふうに、まあ、今回論文では考えております。はい、でですね、じゃあこの18世紀中央、だいたい1700年代、半ばぐらいですねに策定された異国保護要請というのがですね、じゃあ条約締結以降どのような意味を持ったのかというのを、まあ、最後にちょっと述べたいと思っているんですけども、条約締結以降にですね、まあ、制定された条約ということで、例えばその1854年に琉球条約を締結しますし、1856年ですかね、55年かな、勇仏修好条約を締結します。でこれらをですね、条約自体と条約を筆者したものと条約に関する対応がですね、この異国保護要請と先に紹介した例抜きに、収録されています。非常に異国保護要請と例抜きは、ね、同様の、まあ、条文がですね、見られるというところになります。ということはですね、先ほど冒頭で紹介しました例抜きの条文の解釈というのは、まあ、どのように考えるべきかというところを、まあ、最後この第3章で検討してみました。でそれでいきますと、一つアメリカ国の船、ね、来着でソラーは、まあ、先ほど同じですけども、で二つ目ですね、右他のことで全て御用帳に基づき、これまでの通り、という話があるんですけども、やはりここでの御用帳というのはですね、先行研究で言われているような下映の五条目ではなくて、今回論文で取り上げられている異国保護要請というふうに、まあ、考えるべきだろうというふうに思っています。で、琉米条約の対応に関してですけども、これは例抜きを見ていくと分かるんですけども、琉仏修好条約や琉蘭条約へもですね、対応の方針というのは継承されました。もちろん多少オリジナリティのところがあったかなと思うんですけども、基本的にそれ、おおむねそれ以外はですね、琉米条約の時と同様に対応することというのが、まあ、例抜きに見られまして、まあ、琉米条約を契機にですね、まあ、初めての条約経験というのもあるかと思うんですけども、琉米条約を契機に、まあ、琉仏琉蘭も、まあ、継承されたとなります。で、琉仏条約に関するとですね、先ほどの、まあ、対応規定というのは、海文という、これも表情書文書に収録されている文書なんですけども、そこにもですね、同様な趣旨が見られます。で、そこのところにはですね、詳しくは、まあ、御用帳に見えるというような文章がありまして、この時点でですね、御用帳が、まあ、この時代に、まあ、なんていうんですかね、一つの対応規定として存在していたという一つの証になります。ということで、まあ、異国保護要請の位置づけはというのが、まあ、最後のちょっと結論でちょっとまとめたいなと思っているんですけども、まあ、おおむね、五条目がですね、異国船対応に関する大原則というのは、まあ、すでに先行研究で指摘されている通りですけど、この五条目をですね、まあ、運用するために、まあ、琉球側がですね、おそらく独自に作成したのかなというふうに、まあ、今回考えました。まあ、でその規定がですね、異国保護要請だろうと思っております。
で、ここがちょっと、まあ、変遷図というかですね、になるんですけども、ローマ数字の1番にですね、まあいいかな、ローマ数字の1番に、まあ、18世紀前用ということが書いて、まあ、1700年、宝永元年五条目というのがありますが、こちらがですね、薩摩藩から付達された、まあ、あの規定書、まあ法令になります。で、これがですね、ローマ数字の3、19世紀前用と、ローマ数字の4ですね、19世紀中用のところ、そして安政の五条目というふうに、宝永元年五条目がですね、まあ、改変されて、まあ改定されていって、用いられて、付達されたということを、まあ、矢印で示しているんですけども、ローマ数字の2、18世紀中央を見ていきますと、おそらくこれをですね、五条目の系譜を引いた異国交互用帳だろうと、ここに位置づけられるんだろうと。で、ローマ数字の3にですね、19世紀 前半ですね、にはですね、ちょうどこの時、両先島にですね、1810年、勤め職長というのが付達されます。これは先島地域を対象とした、対外関係に関する規定書なんですけども、異国交互用帳ではですね、今回お話ではちょっと割愛したんですけども、先ほどの紛りに関する対応が6つ目の条項にあるんですね。で、6つ目の条項のところに紛りでの対応というのは、基本的に沖縄本島の紛りを対象としている規定になります。先島の話は基本的に出てこないというところがあります。ですので、異国交互用帳というのは、沖縄島を対象というか、した、まあ、なんですかね、異国船対応に関する規定書。で両先島というのは、まあ、勤め職長という内容を見ていくと、中国船とか、確か話があったと思いますけども、まあ、おそらく両先島の規定書と沖縄本島での規定書と分けてたのかなというちょっと考えてました。いや、考えています。で、最後、ローマ数字4の19世紀中央にですね、まあ、最終的に1800、流覧条約締結以降にですね、例抜きが策定されていくんですけども、これらが、まあ、これまでの出てきた規定を、まあ、抜き書きして、まあ、総括した規定集と。いうふうに理解できるかなというふうに思っています。で、最後ですね、終わりにで、まあ、琉米条約締結に伴って、まあ、新たな方針をということで、まあ、対応をですね、円滑に実行するために、まあ、方針を修正したと。で、たびたび改定された2つ、改定され、付達された5条目とですね、まあ、現場レベルであった異国交互用帳が、まあ、採用というか、ものが、まあ、用いられることになったと。で、結果的にはですね、流出条約、流覧条約以降のですね、対応でも踏襲されてですね、まあ、抜き書きされ、まあ、最終的に例抜きへと帰結するというか、まあ、例抜きへとまあ修正されていくというような、一連のですね、まあ、このような形の、まあ、異国船対応のまあ変遷図というんでしょうか、ものが見られるのかなというふうに思っています。で、最後にちょっと課題というところなんですけども、まあ、近世流域の異国船対応というのは、まあ対応規定の話であるとか、虚構組織、先ほどの総理官の話ですけども、他にですね、近年は異国通事の話だったり、まあ、異国船が来た時にはその監視役として石板人というような処置が配置されていくんですけども、こういったのは確かに、浦添市教育委員会が刊行された入教校表情書文書なので、いくつかの蓄積が出てきているんですけども、出てきてたと思うんですけども、やはり今後ですね、一つ、小家文書というような異国船関係資料がありますので、そういったものを用いて、これまでの研究を再検討していくと、まあ、新たな側面が見えるのではないかなというふうに思っています。今回のその異国交互用帳というのはですね、表情書文書の研究では、従来その海域の五条目だったと指摘されていたんですけども、小家文書を見て、また、これまでの研究を見ていくと、それは海域の五条目ではなく、まあ文字通りの異国交互用帳だったということが指摘できましたので、そういった作業がですね、今後、琉球史における異国船研究では、必要とかも、まあ、新しい情報更新としてですね、必要になってくるかなというふうに思っています。で、2つ目にですね、ここちょっと便宜上、琉球藩旗と書きましたけども、琉球藩が設置されていきます。で、その時のですね、まあ、外国船対応、まあ、琉球藩が設置されてから、名称がちょっと異国船より、まあ、外国船によと呼びましょうみたいな条文が出てくるんですけども、まあ、そういった対応の仕方というのはですね、まあ、近世琉球期と、まあ、どうなのかと、異なっているのか、あるいはどこが同じで、どこが違うのか、そういったところを整理していくことで、琉球史における、まあ、異国船対応のですね、特徴というのが、まあ、よりクリアに見えてくるかなというふうに思っております。はい、以上で、ちょっと拙い、お話の仕方だったと思いますが、以上で私のお話を終わります。はい、で、ありがとうございました。はい、大城さん、ありがとうございました。それで、これでですね、お二人の
まあ、論文についての、まあ、ガイダンスというものは、終わりになるんですけれども、まあ、ここまでそのお二人のお話を通して、まあ、チャット欄、まあ、にぎわってきておりますので、まあ、このチャット欄に書き込まれた、まあ、コメントに対して、まあ、それぞれ、まあ、お答えしていただこうかなと思うんですけれども、まあ、まずは、そのお二人それぞれの、ものに入って関わるものではなくてですね、まあ、全体的な話になってくるとは思うんですけれども、総中盤さんから、イギリスと、まあ、条約締結しなかったのは、まあ、逆に謎ですねという、まあ、コメントが来ています。まあ、これについて、まあ、モデレーターマークが出てるんですけど、まあ、ユベントスさん、これあれですね、あのモデレーターマークが出てるので、あの実は、あのやらせで、まあ、うちの前田裕樹だと思うんですけれども、まあ、明治期になると、オランダのアジア外交をイギリスが引き継いで、リューラン条約の窓口も、まあ、イギリスになっていますよね、という、まあ、話だと思うんですけど、この、まあ、それぞれやり取りしながらも、まあ、イギリスと、まあ、琉球が条約を結ばなかったことっていうのは、ちょっと僕も話を聞いている中でいくと不思議には思ったんですけれども、でこれについてお二人どのように考えていらっしゃいますかね。おそらく、まあ、文書等も残っていないかもしれませんので、あのまあ、想定できる範囲でいいんですけれども、まあ、それぞれあのどのように考えているかというお考えをお伺いできればなと思うんですけれども、いかがでしょうか。どうしましょう。じゃあ大塩さん、じゃ僕の方から先に行きますかね。そうですね、はい。はい、あの、なぜ琉球がイギリス条約を締結しなかったっていうのは結構面白い問題で、あのこれまでの研究で、いやイギリスに琉球は関心がなかったんだとかっていう議論もしばしばあるんですけど、僕は多分これは違うんじゃないかなと思っていて、あの多分イギリスもいつか結ぶぞっていうなんかのはあったと思うんですね。あのというのは、なんで琉球とイギリスが結ばなかったっていうのは、多分琉球の置かれてた位置っていうのがやっぱりちょっと不明瞭だったっていうことがやっぱ大きいんじゃないかなと思うんですね。でやっぱりその結局イギリスはあの中国の市場を一番重視しているので、やっぱその中国との関係を損ないたくないわけなので、やっぱその周辺の属国とか朝鮮戦とかも含めて、琉球も含めてですね、やっぱりそういう条約の締結っていうのをなかなかちょっと踏み切れないところもやっぱりあるんじゃないかっていうのが僕のあのあれで、まあっていうのは、その1870年代のあのイギリス外交官のトーマス・ウェイドとかも、やっぱりその琉球とこれからそういう関係を、国としての関係をやっていって、いつか貿易をやるぞみたいな感じのことも書いているので、あの、やっぱり朝鮮とかとイギリスの関係見ていても、あの、やっぱ朝鮮もイギリスと条約締結したのは1882年なんですね、実は。というのは、あの、これはなんで締結したかというと、清国政府が、あの、まあ、要は琉球が併合されて、あの、日本の中に取り入れられたと。そして、もしこの属国の滅亡がアジア属国にも違う属国に波及したら大変だということで、朝鮮にも介入させて無理やり条約、無理やりというか、まあ条約を結ばせたんですね、イギリスと。その時になって初めてイギリスは朝鮮と結ぶということをしているんですね。なので、そう考えると、やっぱり、あの、まあやはりこの、まああの、そう考えるとやっぱりイギリスというのは結構やっぱ当時の東アジアの、いわゆるまあヘゲモニー国家という世界帝国のような存在でもあるので、やっぱそこはアジア外交情勢というのを慎重に見ながら、まあそういうことは考えていたんだろうなっていうのは漠然としてあの考え、そういうのは多分あったと思います。はい、星野さんはどうでしょうか。はい。ああ、はい。ですね。ああ、声聞こえてますかね。大丈夫そうですかね。はい、聞こえています。大丈夫ですよ。ああ、ごめんなさい。そうですね。あの、僕も、あの、どちらかというと、あの、まあ、なんですかね、琉球に対して興味がなかったわけではないのかなというのを思ったりしているんですね。あの確かに大陸の中国の方ではもう条約をね、バンバン南京条約以降、あの、まあ、アロー戦争も含めて天津条約、最終的に天津条約とかいろいろ結んでいったかと思うんですけども、イギリスは確かに中国に目を向けつつも結構定期的に琉球に結構船を来てたりするんですよね、イギリス船が。あの琉球側の記録を見ていくと、あの、まあ、あくまで僕のイメージなんですけども、基本的にイギリス船が多いんじゃないかなというのを思ったりしているんですね。で琉球が亡くなる直前のですね、1868年の、まあ、時もそうですし、72年か3年ですかね、の時も結構イギリス船が来ていて、あの、まあ、あの
訪問したり、まあ、首里城に入ったりとかいろいろあったと思うんですけども、そういった意味で結構あの琉球のことを気にか、まあ、多分おそらくその朝鮮との、先ほど六さんがお話ししていたような1800年代で朝鮮と条約を結んでいたように、後々に確か多分琉球も条約を結びたかったんじゃないかなというのはちょっと思ったりしているので、もちろんあの琉球側の記録上そういった資料のものが出てこないので、あくまでも、まあ、あの推測の世界になってしまうんですけども、ただ琉球側の文書だけ見ていくと、異国船として、イギリス船としてですね、あの飄来している、まあ、来航している記録とか結構あったりするので、全く興味がなかったというわけではないのかなというふうに思ったりはしているところです。はい、以上です。はい、ありがとうございます。まあ、まあ、これまでのまあ研究で言われていたように、まあ、イギリスがまあ興味を、琉球に対する興味を持っていなかったというわけではないというのが、まあ、お二人の考えだとは思うんですけれども、まあ、それがまあ時代の流れまあ、あったんでしょうね、まあ、イギリスは、まあ、結局琉球とまあ条約を結ぶことは結果的になかったという、まあ、状況だとは思います。で、まあ、このまま、流れで、まあ、チャットにのコメントに、ご返答いただきたいんですけれども、まあ、ちょっと発表順とは異なるんですけれども、まず、大城さんにまあ、質問が来ていますので、ちょっとお答えいただきたいなと思うんですけれども、政治照也さんから、来航対応のマニュアル、まあ、とても興味深いです。これ、一般人向けのマニュアルのようなものもあったのでしょうかというコメントがあるんですけれども、いかがでしょうか。うん、今のところそうですね、僕は見たことがないですね。あの基本的に公用帳というのもですね、基本的にあの琉球全土というか、あの沖縄本島対象だと思うんですけども、異国船が、まあ、西洋船が来たときに、首里城、まあ、似た首里士族系の人間はこういうふうに詰める、那覇とかはこういうふうに詰めるという話があって、で4番と5番に関しては、来航現場での、まあ、派遣される役人種の、まあ、物資供給とかですね、移動手段ですけど、で紛れでの対応も確かにあるんですけども、紛れでは確かにあの地方役人という人たちがいるんですけども、まあ、士族ではない人たちですけど、その人たちに対して、まあ、こういうふうに、まあ、五条目的の話もですね、あの条件ですけど、それ以上であって、なんていうんですかね、より一般向けに、こういうことをしなさいというようなものは、異国保護庁では見られないというか感じがします。ただ、紛れ九字帳ってですね、各紛れに大筆で2つされた、まあ、法令集というか、まあ、ものがあるんですけども、それを見ていくと、まあ、読み聞かせみたいな感じで、異国法五条書、多分これは宝永元年五条目かなと思うんですけども、まあ、それをまあお互い共通認識として持つような形で、五教条としてだったかな、五教条と異国法五条書を、まあまあ、読み合わせるみたいな時が、が規定としてあったと思うので、で異国法五条、異国法五条目がですね、シロアリとかでなんかまあ、文書がボロボロになったら、オフに行って新しく、もらいなさいみたいな話も確かあった気がするんですけど、そういった意味で異国法御用帳というよりは、まあ、法営元年五条目ですかね、やはり根本法とか大原則の五条目は、まあ、琉球の民衆までに、まあ、徹底するようにというような規定は紛れ九字帳で見えますね。はい、まあ、そのような形ですかね。はい、以上です。ありがとうございます。ですね、これに続いてなんですけれども、ですね、伊藤洋樹さんから、まあ、異国法御用帳と、旅行心への上場や、まあ、異国人心への上場との、まあ、類似性などが気になります、まあ、前者のようなマニュアルとは、まあ、どう違うのですかという質問が来ているんですけれども、これらと、まあ、今回、ご説明していただいたものと、まあ、どういった違いがあるのか、まあ、分かる範囲で、お教えいただけたらなと思うんですけれども、いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。まあ、旅行とか旅行き人という、どういうかちょっと僕も分からないですけど、旅行き人の上場とかはですね、ちょっと僕も比較はまだしてないので、分からないんですけども、まあ、同時期に策定されたという意味で、ちょっと今回書いたのですけども、ただもう一個ですね、論文中でちょっと検討した、漂着の説取扱上場ですかね、多分スライドでそちらを書いたと思うんですけど、そちらがですね、証券文書に含まれているんですけども、そちらの規定とですね、異国法御用帳というのが、なんていうんですかね、比較して気づいたんですけど、ほぼほぼ一緒というのが大変面白いなと思っています。で、ただですね、異国法御用帳というのは、先ほどもお話ししたように6つの規定があるんですけども、先ほどの漂着の説取扱い上場というのは、6つの規定のうちの
前半のですね、第1項、第2項、第3項の規定しかないというのがあります。まあ、なぜここだけというのがちょっと、まあ、今後の検討課題だなと思っているんですけれども、なのでおそらく、なんていうんですかね、第1項、第2項、第3項はあれかな、離国西洋船が漂着した際の規定が第1項で、西洋船が破船した際の規定が第2項 であと士族の同意に関する規定が第3項だったと思うんですけども、これら規定をですね、異国保護要請と漂着の説取扱い条状と、まあ、ほぼほぼ趣旨が一緒というか規定になっています。ただおそらく書き抜きをして成立したのが漂着の説取扱いの条状かなというふうに思っているんですけども、なぜかというとなんか条文がちょっと違うんですよね。若干文章の表現が違ったりしていて、でただ首里士族がどこにどこへ詰めるとかそういったのは一緒なんですけど、やや表現が違うので、おそらく、まあ、異国保護要請をもとに書き抜きしたのが漂着のせず取り扱いの上場かなというふうにちょっと今のところ考えている次第です。はい、以上です。ありがとうございます。それではですね、おろくさんへの、まあ、質問になると思うんですけれども、またこれもまた、伊藤洋二さんからなんですけれど、まあ、1849年から、文書範囲が、拡大するということですが、何がきっかけなんでしょうかね。まあ、1850年から正体の清風の議論が出てくるんですが、まあ、それと関係あるんでしょうかという、まあ、質問が来ているんですけれども、どのようにお考えですかね。ちょっとなんか難しいかなと思うんですけど。まあ、そうですね。まあ、おおよそ多分、まあそうです。多分、対中国の関係もあったと思いますし、やっぱり、当時の国王の正体っていうのは、やっぱまだ幼少の国王だったっていうのはかなりでかいと思うんですね。つまり、ほとんど政治能力、意思決定もほとんどできない状態で、その幼少の国王を、いわゆる、他の人たちがサポートしながら、いわゆるそういう政権だった。んですね、当時っていうのは。なのでやっぱ結局権力の分散化みたいな形でいろんな人たちがその何ていうんですか、まあ正体が幼いということでいろんな人たちがおそらく権力を分散というか形でそれぞれが対応してやっていくみたいな体制が多分あったと思うんですね。その一環で多分総理官司令官も一緒に文書を出すぞっていうそういう流れがあったと思うんですね。なのでこれはまあ中国との関係も多分若干にあると思うんですが、それよりはむしろ琉球国内の状況が一番 の大きな影響だったんじゃないかなと考えています。ありがとうございます。ですね、またさらに加えて、宇津呂さんから、すでに話していたら申し訳ございませんが、薩摩や中国とのやり取りのフォーマットを応用して対欧米にも適用させる側面はあるのでしょうかという質問が来ているんですけれども、これはあれですよね、お話にも出てたと思うんですけども、経文や、まあ、品文とかっていう、まあ、これ経文や品文、実際のあんまり残っていないと思うんですけど、これ中国にも、まあ、新国にも、送っている形の文章ですよね。そうですね。はい。はい、ということが、まあ、考えると、あれなんですかね、まあ、やっぱり中国に対する、まあ、フォーマットを応用しながらというふうに考えた方がいいんでしょうか。まあ、それともまた似てるけれども別だよっていうことですかね。どうでしょうか。あ、そうですね。もうフォーマットは一緒なんですけど、必ずしも、じゃあその、向こうに、果たしてじゃあそれは、欧米の価値観からして妥当なのかっていうのは、また別の問題だと思うんですね。やっぱりこれはあくまでも琉球側が、欧米との価値観をか、欧米とのあれを考えると、やっぱこれじゃないかなっていう。またやっぱり、私文とか、さらに表文とかっていう、さらに上の中国の文書があるんですよ。これはやっぱり当時の福建薄氏とか皇帝との間でやれるという非常にも公式なものなので、やっぱそこはちょっと使えないんじゃないかなっていう意識も多分琉球にはあったと思うんですね。なので、やっぱりどうしても、まあ使えるとしたらギリギリ品までかなっていう感じもあったと思いますし、あともう一つ印章っていう資料があるんですが、まああれも若干その琉球国王の渡航証明書の失笑ともちょっと若干似てる文書なんですが、そこもやっぱりちょっと語呂っていうか言葉を若干変えて、やるみたいな。やっぱりそれはやっぱり中国との関係も意識しながらも、それでもやっぱり文書でなんとかうまく交渉していくっていう、そういうのが琉球の対応のあり方だったというのが僕の考え方です。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、ということですけれど、この、例えば、その質問にもあったように、この、薩摩への、文書の応用っていうのは、やっぱり、そう考えると、これはないというふうに考えた方がいいんですかね。まあ、私個人的には、まあ、司会が言うのもなんなんですけれど、やはりちょっとないのかなとは思うんですけれど、
どうですかね、あったんですかね。まあ、多分あの文体が全く違うとは思うので、多分ないとは思うんですけど。まあ、そうですね。あの、まあ、薩摩、まあ、どの、薩摩って言っても、どの人間に当てるかによって、文字のフォーマットも若干違いますので、あの、まあ、それはやっぱり、あの、宣教師のベッテルハイムとの、あの、文字のやりとりを、やっぱ見ていく必要があると思うんですね。あの、で、そうなると、やっぱり、まあ、どうでしょうね。僕も、あの、まだまだ、薩摩の文字のやりとりっていうのは、まだちょっとわからない点があるので、そこはちょっと、まあ、自信がありませんけれども、多分そのベッテルハイムとの文書のやり取りを見ていくと何かしらそういう、まああの、まあ見識が得られるのかなっていうのはちょっとあります。はい、ありがとうございます。ですね、また、浜圭介さんから、まあ、オロクさんの、まあ、朝貢関係に着目した説明は、妥当性を感じました。まあ、英国は、まあ、琉球に興味があったと思います。まあ、上海航路の直ポイントで、寿司ということが、コメントで出ています。まあ、分かる範囲で結構ですが、仏蘭は、琉球が薩摩に支配されていた事実は把握していたのでしょうかという、まあ、コメントがあります。まあ、どうですかね、この英仏蘭、琉球が、まあ、薩摩に支配されていた事実は、まあ、把握していたのでしょうかということなんですけど、まあ、お答えできるお二人どちらかでも、構いませんので、お答えいただいてもよろしいでしょうか。さっき僕があれだったんです。先に、今度は大城さんからということで。よろしいですか？大城さんの方で。あ、はい。あ、ごめんなさい。はい。ありがとうございます。仏と蘭が、まあ、琉球と薩摩の関係をしていたかというようなお話だったと思うんですけど、フランスは多分、まあ、どうですかね。フランスも気づいてなかったかなと思ったりしています。ただ、オランダに関してはちょっとまた、うん、オランダどっちかというと、琉球というよりは昔からね江戸幕府というかカピタンシスという形を通して近世の日本と、まあ、結構密接に関わりを持っていたものでしたし、あとオランダと条約に関する話は多分事前になんか情報が来ていたんじゃなかったかなと思います。何だったかな、先ほどの例抜きという資料にも多分書いてあったかな、もしくはちょっと別の資料だったかと思うんですけども、この時期に多分オランダ船がやってきますよみたいな話がですね事前に通告されて薩摩藩経由で通告されていたんですね。なので多分まあオランダではおそらく琉球と日本の関係はそこそこ知っていたというか感じかなというふうに思っています。はい、まあ、ちょっと簡単だったんですけども、はい、まあ、もしよければよろしければ小六さんも補足と言いますかお願いします。そうですね、もう大城さんが結構指摘客に指摘したデータでも本当に僕から何も言うことはないと思うんですが、ただやっぱりまあ、浜さんの質問にあったみたいに、まあ、結局西洋は琉球が薩摩に支配されていようがされていないようが、そこはまあどうでもよかったんじゃないかと思うんですが、結局は都合のいい時は琉球を外国として扱うし、都合の悪い時は日本の一部として扱うみたいな、まあ、都合のいい悪いというのはあれですけれども、まあ、なんて時に応じてその琉球の位置づきを変えていくみたいなのが、やっぱ西洋にはそういう側面がやっぱあるので、まあ、いわゆる薩摩の支配って言っても今の感覚の支配じゃないんですよね、やっぱ当時っていうのは。じゃそれで果たしてじゃあ、なんていうんですか、その独立、まあ、その、まあ、もちろんだからというと、じゃあ、現代の独立国に相対するかというと、そうでもないっていう、やっぱそういう国家形態ですし、琉球というのは。なので、やっぱ、まあ、必ずしもそこで、西洋との関係を考える上で、やっぱ結構これまでの議論では注目されるんですけれども、まあ、ただ、琉球と西洋の関係を考える上では、あんまりそこも、まあ、重要ではないような、私は気はしています。はい。ありがとうございます。まあ、今の小六さんの話なんかですと、あれですよね、まあ、やっぱりキネル・ロマルコさん の世界史から見た琉球諸君なんかを読むと、まあ、やっぱりその時々に応じて琉球に対する、まあ、考えを変えているっていう話が、まあ、琉球諸君の時点でもやっぱり見れるっていうのが、その本を読めばまあ分かると思うので、まあ、実際その小六さんの考えと、まあ一致するものもやっぱり見れるとは思うんですよね。まあ、ということを考えると、まあ、やっぱりその、まあ、諸外国っていう、まあ、欧米諸国っていうのは、まあ、なかなか、その六さんの言ったように、まあ、まあ、琉球を、まあ、いわゆる独立国として見るかとかっていうよりかは、まあ、やっぱり自分たちの利益が、まあ、最も大事だったんだろうなっていうふうに考えるのが、一番分かりやすいのかなっていうふうに、思った次第です。ですね、まあ、そろそろ、まあ、個別のテーマに入っていきたいんですけれども、まあ、その前に、まあ、総中盤さんから、まあ、文書形式に知恵を絞っていたのは、まあ、興味深いですねという、まあ、小六さんへの、まあ、
コメントだと思うんですけれども、そうですね、文書形式に絞って、研究していくっていうのは、まあ、多いようで意外とね、琉球史研究において、まあ、その内政文書とかでも意外と少なかったりするので、まあ、この形式っていうのは、まあ、一つ、軸になってくる研究なのかなっていうふうには僕も思います。で、まあ、その後でですね、後世山田さんからお疲れ様、まあ、欧米に波及したのが、まあ、品などであった点、まあ、定比文集などと、まあ、比較してどうなんでしょうとかっていうコメントや、まあ、欧米側が琉球側に出していた文書の形式との対応関係はどうなんでしょう、まあ、分かる点があれば教えてくださいと、まあ、少し大雑把なんですけれども、まあ、おろくさんへのご質問だとは思うんですけど、まあ、どんなですかね、まあ、パッと分かる範囲で、簡単にご説明いただきたいんですけれど、すみません、ね、対応関係っていう観点で言うと、むしろ僕は琉球流関係者をやっている方々からむしろ教えていただきたいっていうところでは あるんですけれども、ただそうですね、定品文集とはまた違って、琉球はまあ、イギリスとの文書の中心に集めた金慶集っていうのをまた作っているんですね。これは文書集なんですけれど、この品慶集は、まあ、表題の通り、品と慶ですね。個人のやりというの慶を集めた文書であるっていうものなんですけど、これはまあ、予想としてはおそらくこれは多分琉球の当時の人たちが、いわゆる品と慶の様式というか、漢文を勉強するために作った資料じゃないかと思うんですね、僕っていうのは。で、まあ、ちょっとそこはまだ自信がないんですけれども、ただやっぱりそうですね。確か中国国内、中国との関係でも品と定っていうのが、まあ、使い方がいまいちよくわからないっていうのが、確か中流関係者の議論であったと思いますし、多分そこからも、やはり影響は欧米との関係にも何か影響あったんではないだろうかっていうのは、感じるんですが、すみません、ちょっと定員文集が、今手元にないくて、ちょっと何とも言えないところであるんですが、むしろ後で教えていただきたいという、感じでちょっと言うことにしていただきたいです。はい、ありがとうございます。まあ、そういう点も含めて、まあ、今後の課題としていただけたらなと思います。ですね、まあ、それでは一旦、ここでチャット欄に対する、まあ、返答を一度、まあ、締め切って、まあ、それ、まあ、一応用意しておいた、まあ、フリートークに入っていこうかなと思うんですけれども、まあ、ここまでなかなか、硬いお話になってしまってたと思うので、少し話を和らげるためにも、お二人にちょっとお聞きしたいことがあります。はい。ですね、実は、まあ、まあ、皆さんご存知だとは思うんですけれども、まあ、琉球沖縄歴史って、まあ、論文集、まあ、論文雑誌なんですけれど、まあ、査読論文といって、いわゆる、レフェリーが入って、まあ、掲載を、まあ、許可か、まあ、不許可かっていうことを、まあ、処理する、まあ、論文集なんですよね。で、まあ、そういった、もの、査読論文って言うんですけれど、お二人、実は、お二人とも、査読論文への投稿は初めてだったということなんですよね。はい。なので、このお二人が、まあ、この、まあ、沖縄歴史クラブを運営している、まあ、4名に比較して、まあ、いくつか、年齢が若くて、すごい若い世代の、まあ、これから研究の世界に入っていこうという、まあ、僕もそうなんですけど、研究者の卵が、初めて、まあ、査読論文に、挑戦した。で、まあ、挑戦の結果、投稿が認められて、掲載されたよということなんですけれど、この、まあ、初めて査読論文に、投稿した、まあ、感想っていうのを少し聞いてみたいなと思いまして、まあ、どうだったのかなっていうのを、まあ、ちなみに、僕はですね、査読論文に挑戦したのがおそらく5年ぐらい前、もっと前かな、5年か6年ぐらい前だったんですけど、その時は、まあ、あまり言えた話ではないんですけど、まあ、査読者のコメントっていうのが、実は、まあ、ワードで打ち出されたものではなくて、原稿に直接赤入れで、返ってきてしまってて、まあ、この文字の、文字面で、誰が査読したのかっていうのを、まあ、研究室の先輩たちと予想できてしまったっていう、で意外とその結果を見て、
なんていうか、この肩の荷が下りたというようなあの思いを感じたことがありますという、はい、あの司会の浜地の、感想ですね。ということで、まあ、お二人に、まあ、このどうだったのかなっていうご感想をお聞きしたいんですけれど、どちらからでも構いませんので、どんな感じでしたかね、お伺いしたいんですけど。あ、じゃあ僕からでいいですかね。はい、じゃあお願いします。はい、はいはい、そうですね、なんていうんですかね、非常にシンプルに、まあ、採用された時は嬉しかったの一言に尽きるんですけど、でもやっぱり最初は査読論文を出して、確か僕の場合再査読ですかね、そういうのを経験したんですけど、そこにまあ、多分出す方、出してる方、まあ、皆さん知ってる方が多いと思うんですけど、査読意見書というような形で、まあ、僕の場合、浜地さんとね、直接というわけじゃなくて、A4 のワードでバーッと打ち出されたものだったんですけど、そこで見ていくと、まあ、この論文はここが良かったですみたいな感じでコメントをいただいてですね、その A4 の序盤はとても嬉しく読んでたんですけど、後半からこのいろいろ、ここが改善点ですみたいな形で、まあ、バーッと列記していただいてですね、非常に何て言うんですかね、とてもありがたかったなというか、自分の論文がここを直すとより学問的というかアカデミックになるんだなということが非常にこう何て言うんですかね、まあ、目に見えやすいような形で提示していただいたので、非常にもらって修正する僕の方もですね、大変まあ、査読意見書と、まあ、再査読だったんですけど、最初は大変嬉しかったというふうに思っています。で、特にその言葉の使い方とかですかね、まあ、書き癖というのもあるかもしれないんですけど、まあ、僕も何ていうか、今回取り扱った法制度的な話だったので、文章がちょっと硬かったんですけど、もう非常に硬くてですね、まあ、僕も硬いなと思って投稿してたんですけど、やっぱり査読してくださった先生方から、ここがちょっと、なんていうかな、あまり合いませんとかですね、とかですね、きちんと書いてくださって、で、僕も指導、今回の論文は修士論文の一部だったんですね。お極大の時の大学院に書いた修士論文の一部なんですけど、やっぱり指導教員の先生方も、まあ、卒論から見てくださったので、まあ、計3年ぐらい僕の文章を読んでくださったので、まあ、多分おそらく、まあ、僕の文章に多少慣れてたわけじゃないですけど、こう、まあ、あんまり、ね、まあ、まあ、大城の文章ってこんなもんだろうみたいな感じであまり指摘を徐々にもらわなくなったというのもあったかもしれないんですけど、改めて、まあ、修士論文もら出して、で、学外の、まあ、ところに投稿するという経験を通じて、あ、自分の論文文章の書き方はここをやはり直すべきなんだなというのを改めて、この第三者というかから、まあ、指摘していただける点はやっぱり査読の非常にありがたいところだなというのを思ったりしました。特に琉球沖縄歴史自体、その冒頭であったと思うんですけどね、純駆動さんとかね、各出版社のところ、書店さんにも置かせてもらっているので、なんですかね、一般の方がね、まあ、確かに論文読むとヘビーだと思うんですけども、査読を通った文章だと、まだ読みやすいんじゃないかなという感じがするので、そういった意味で非常に文章表現とかでいろいろ指摘いただいたのは、とても嬉しかったですね。はい、まあ、ざっとこんな感じですかね。はい、はい、ありがとうございます。では、五六さん、どんな感じですかね。どこまで言っていいのかちょっとわからないんですけれども、そうですね。やっぱり僕もすごい、まあ、僕絶対無理だと思ってたんですよね。なので、ちょっとまあ、掲載されるってなった時に、ああ、よかったっていう、感じでしたね。結構僕、5月の最初ね、ちょっと結構忙しい時期だったので、ちょっとそれを見て、ちょっとなんか、まあ、なんて言うんですか、心が、ちょっとなんか軽くなったというか、なんかちょっと、そう、今でもちょっとそういうのが、すごい記憶に残っている感じですね。で、やっぱりやっぱ査読していただいた、その先生方の、貴重なコメントもいただきましたし、それで通して、僕の議論もさらにブラッシュアップできたっていうことは、間違いなくあってですね。で、今回の、発表を取り上げた議論っていうのも、やはりその査読、していただいた先生方の、本当に丁寧かつ適切な、ご助言のもとでできたという感じで、考えているので、そういう意味です。やはりその自分の、議論っていうのを、ダメだから、もしリジェクトされてもダメだったからではなくて、ここをやればよかったんだな、みたいな形で、やっぱそういう、なんていうんですかね。まあ、今後やっぱり自分がこれからも、いろいろ論文を出す上でも、やっぱりちょっと、
そうです。その辺も意識しながら、やっぱりこれが頑張っていきたいなって思いました。はい。はい、ありがとうございます。二人ともなかなか、そうですね、初々しいなというような感じなんですけど、まあ、コメントにも、来てるんですけど、まあ、僕の話なんですけど、査読の筆跡で判明はすごいですね。これ結構でも、意外と文書学とかをやってると、近いところで、手書きのものを見てると、ね、なかなか分かってくるっていうのがあって、これやっぱりその、査読で、手書きはやめようっていう話にも、ね、うちの学会で、まあ、琉球沖縄歴史学会では出ているところなんですけど、まあ、やっぱりちょっと気をつけないといけないところ、まあ、特にね、我々文書を扱っているのですぐ分かるという、まあ、裏話があるんですけど、まあ、もっともう一つは、まあ、伊藤洋樹さんから、まあ、狭いです世界ですからね、まあ、指摘されるポイントから、まあ、査読書が誰かの予想がつく場合もありますよねっていう、まあ、これ、おそらくお二人とも今後査読論文を、書くようになっていくと、まあ、誰からどういうコメントがついているのかなっていう、まあなんていうんですかね、予想がつく場合も、まあ出てくるとは思うんですけど、まあ、結論から言ったら、まあそこに、まあ甘えることなく、まあ書き続けることが、まあ大事なのかなと、僕も思いますね。まあ僕自身にも、まあ次回の言葉として、まあ投げかけたいなと思うんですけど、まあ基本的にね、まあ論文、査読論文を書くっていうことは、まあ仮に、まあ博士課程に行っている場合で、まあ、第一種奨学金か、まあ、免除規定がある、まあ、第一種奨学金を取っていたり、まあ、これから、まあ、学信、DC1、DC2 に出そうとする場合だと、やっぱり、特典化されてくることにつながると思うので、まあ、その自分の生活を考える、まあ、まあ、前回、前々回とか、まあ、前田さんの、まあ、ご著書の話であったり、萩原さんのご著書の話であったり、まあ、研究者として採用される場合には、まあ、著書、まあ、まあ、当然点数としては大事だよ。まあ、けど、まあ、著書だけではなくて、やっぱり論文も大事だっていう、まあ、今後のやっぱり生活を考える面では、一つ一つ、まあ、論文を書いていくっていうことが、まあ、まあ、僕も含めて若手にとってはすごい大事なことなのかなとは思います。で、まあ、その、ね、いろいろと、ユベントスさんからも、君の論文を査読したんだけどさ、と、まあ、直接カミングアウトされた記憶が蘇ってきますっていう、まあ、こういうね、おじさんたちもいるので、気をつけ、まあ、おじさんには限らないんですけど、まあ、こういう人たちもいるので、本当は、気をつけないといけないんですけど、まあ、いつかそういう経験をすることもあるだろうということを胸に、抱えながら、ね、それぞれ私も含めて3名頑張っていきましょうということで、うん、この話を一度、はい、まあ、締めようかなとは思います。はい、で、まあ、2つ目、の話に入りたいんですけれども、まあ、ちょっと、固い話が続いていたので、まあ、歴史研究って、まあ、こういう固い話じゃ、だけじゃなくて、実は、まあ、研究テーマは、まあ、かっちりしたものなんですけれども、まあ、その中で、まあ、研究対象とする、まあ、古文書を読んだりしている中で、なんか、こういう話って面白いよね、とかっていうような、ビビッとくるような、エピソードとかっていうのが、まあ、出てきたりすることが、まあ、まあ、多々あるというか、まあ、稀にあるというかっていうふうなことがあると思うんですけれども、なんかお二人、この、じゃこの論文を書いている中で、何か、こういう話が載ってて面白かったんだよね。まあ、ちょっと論文には書けないけど、こういうところ、多分、他の人が聞いてても面白いんじゃないかなとかっていうような話があれば、教えていただきたいんですけど、どうですかね。なんかパッと思いつくものとかってあったりしますか？なければ、打ち合わせで話してた話を少し振ろうかなとは思うんですけど。うん。なんかな、うん。もしよかったら僕の方が最初から、いいですかね。資料を読んで、なんかすごい面白いなって思ったのは、やっぱり、その1800、まあ、やっぱりその、欧米との関係になっていれば、ベッテルハイムのエピソード結構多いと思うんですね。やっぱりその、琉球に8年間いたということもあって、いろんな出来事がやっぱあったので、やっぱり彼の日記であったりとか、オフガの記録を見ると、あ、こんな面白いことがあってないんですよ。正直僕はあんまりなんか、わかりません。真面目なすぎるのかわかりませんけど、あまりそこまで面白いものじゃないんじゃないかなっていうのはあるんですけれども、まあ、それではないんですが、1816年に、その先ほどの印象の話で言った、そのイギリス人が琉球に来るんですけど、で、このイギリス人
は、そのいわゆる艦隊、2隻の艦隊で来ていて、で、その艦隊のキャプテンの、一人が奥さんを連れて琉球に来ていたんですね。で、まあ、1816年、その当時の琉球国王といえば、商工王ですよね。まあ、商工王といえばもう本当に、いろいろもエピソードも多彩というか、たくさんもいろんな話が残っている王様で、で、このイギリス人の記録を見ていると、やっぱ、商工王が、いわゆるキャプテンの奥さんに対して、ぜひ、琉球に滞在してくださいと言って、ぜひお目にかかりたいみたいなことを言ったっていうのを、確かイギリス人が書いてるんですね、そういう記録を。で、これって、絶対に琉球側の記録に僕残らないと思うんですよね。で、まあ、これはただ、やっぱり、まあ、なんて言うんでしょう、まあ、商工のちょっと変わったエピソードみたいな形で、まあ、昇華してもいいと思うんですけれども、まあ、でもやっぱり、まあ、今回のその大城さんの議論と関連する形でつなげるのであれば、これは結構、研究的にも面白いと思うんですね。なんでかというと、まあ、シンプルに、まあ、なんて言うんですか、つまり琉球に外国人が滞在することなんて、大塩さんの研究のあれ5条目で完全に禁止の状態なんですよね。それを王様が自分で破るっていうことを平気でやってることがわかるんですね。なので、まあ、そういう観点で見ていくと、まあ、先ほどの大塩さんの、規定ですか、規定の議論とも密接に関わると思いますし、あとはまあ、やっぱり、当時の琉球国王っていうのが一体どれだけの権力を持っているのかっていうのかっていうのもわかりますし、まあ、やっぱそういうのっていうのは、やっぱイギリスの記録を見ていると、欧米人とかの記録を見ていると、やっぱ結構そういう琉球側の資料では絶対残らないような記録って結構やっぱあるんで、そういう中から見ると、当時の琉球のいわゆるその政策とか、そういうもののまた違う光で照らせるのかなっていうのはありと思いますね。はい、ありがとうございます。まあ、琉球側の記録だけでは、まあ、わからないこと、まあ、欧米諸国の、まあ、文書の中に残っているということだと思います。まあ、これ、一番最初の方の、コメントにも関わってくるんですけれども、例えばじゃあ、この欧米関係の文書、六さんが今日取り上げてくださったものの中にも、まあ、パリの写本の話とかっていうのが出てきたと思うんですけど、まあ、コメント、チャット欄のところにですね、まあ、パリまで、まあ、原本の写真撮りに行ったんですかっていうような質問があったり、まあ、パリからイェール大学まで、まあ、古文書も移動するのですねっていうようなコメントが来ていたりはするんですけど、例えばその欧米文書とかっていうのを、まあ、探しに行かれてるんですかね。いや、探しに行きたいんですけど、今の昨今情勢では無理ですっていう形ですね。ただ、さ、えっと、僕は実はパリに所蔵されているのは、実はこれは僕が明らかにしたわけではなくて、2000年代になって分かったんですね。なので、これは、それ原本の写真が実は残っているっていう、それを通して僕は分析をしているわけなんです。なので、まあ、いずれ原本は調査しに行くぞっていう、そういう心意気ではあります。ございます。で、まあ、じゃあ、その少し話を戻しながら、なんていうんですかね、まあ、この商工が、まあ、イギリスの、まあ、提督の、まあ、奥さんを、まあ、琉球に滞在させたいという話だったと思うんですけど、これ、まあ、おろくさんから話が振られていたように、琉球に、まあ、欧米諸国であったり、まあ、異国人が、投入するのっていうのは、まあ、禁止されてるよねっていう話があったと思うんですけど、大城さん、そのあたり、少し詳しく解説していただけたらなと思うんですけど、まあ、ちなみに、コメントにも来ているんですけど、まあ、将校を今の琉球大学の敷地に住んでいたので、まあ、おなじみであったりとか、まあ、瓜作りが好きで、まあ、女性関係が多彩な王様という、まあ、少し変わった王様という、まあ、イメージが強いとは思うんですけど、まあ、どんなですかね、まあ、実際のところっていう。イギリス人の滞在の話ですかね、今のそうで話。すね、ははい、い。ですね。いや来てから見て。もうここが OK しちゃった、どうすんのよって感じですよね、周りの人間は。だって、薩摩藩から2つされた、先ほどの話した五条目という資料があるんですけども、あの中には、なるべく滞在させたくないみたいなのが伝わってくるんですよね。
もしじあのなんですかね、船が壊れてもこちらでいくつか修理してすぐ出てってくださいみたいな話で、即刻なるべく必要なものは提供して返したいっていうのがこう非常にこうひしひしと伝わってくるような法制というか制度法律なんですけど、これをね国王がいいよみたいなこと言われたら多分薩摩藩が起こるでしょうねって感じですけど、薩摩藩が起こってまた琉球と薩摩の違った歴史の1ページが開けそうだなと思ったりしますけど、やっぱりそういった意味では何ですかね、将皇王がまあねそういった方なんで、実際の規定の側面から言うと、ほぼほぼありえないような話であるんですけど、将校ならではだからこんなのが生まれたんだなという感じはします。はい、以上です。ありがとうございます。こういったね、エピソードトークっていうのが、ちょこちょこ出てくると思うんですけど、今回はその将校で盛り上がったと思うんですけど、その一つのね、エピソードを語ろうと思ったら、多分いろいろ古文書を読んでいると、なかなか出てくるところだと思います。さらにもこの話っていうのは、将校人間味あふれるよねとかっていうようなコメントが来ている中で、その今までのその人間味あふれる将校っていうイメージをさらに裏付けるような資料にもなるのかなとは思いながら、話を聞いていました。で、その中で、先ほどの話にまた、二転三転することになるんですけれども、まさやかこいさんから、フランスだと、デジタルアーカイブがめちゃくちゃ発達しているイメージなんですが、琉球関係はどうなんでしょうかっていうような、質問が来ているんですけど、ロクさん、分かる範囲で教えていただけますでしょうか。どうですかね。実は僕も一応フランスのアーカイブに一応アクセスは試みているんですけど、まだちゃんと琉球を調べたことはないですね。アーカイブで公開しているものとは別で、やっぱり最近はなんていうんですかね、大学に所蔵されている古い記録とかが Google Books とかにもどんどん上がっていたりとか、その中でやっぱフランス関係の琉球の記録も徐々に出てきているっていう感じがあるので、僕は主にそちらを中心に見ているんですが、フランスのおそらく公文書館とかの記録もやっぱデジタル化されている可能性も十分あると思います。これはむしろ今後の課題とさせていただきたいなと思います。ありがとうございます。僕たちその沖縄歴史クラブでもワッターデジア化っていう企画をやろう詐欺をしているんですけど、デジタルアーカイブなかなか日本でも沖縄県でもすごい今から出発段階だと思うんですけど発達してきてて、いろんなところからパソコン一つでアクセス資料にアクセスできるような時代になってきたっていうところで、僕たちの研究っていうのもなかなか進んでいく、今までのその2000年代初頭であったりそれ以前の直接調査に行かないといけなかった時代から変わっていくのかな、研究の転換期に入ってくるのかなっていうように僕は感じているんですけど、その中でうまいことねデジタルアーカイブを活用して我々も研究していかないといけないのかなというふうに思います。で、少し、話を変えましょうか。どうですかね、オロクさんからは一つエピソードをいただいたので大城さんも何かあれば聞きしたいんですけど、はい、やっぱりなんていうんですかね、資料を読んでると生の情報というのがやっぱり伝わりやすいのがやっぱり古文書読んでて思ったりするなというのがあるんですけど、個人的に面白いなと思ったのがよく研究ではその情報論というのがあったりして、異国船が来たことでその異国船を経由して例えば中国大陸の情報が琉球に伝わるとかですね、そういったのは結構それこそもう前平草木先生がいろいろ体系的にやられてるんですけど、例えば異国船が来た時に中国大陸どうなのみたいな感じで琉球の通事、今では通訳官という感じですかね、資料では通事というのに出るんですけれども、で、今中国ではアヘン戦争が起きてとか、アロー戦争とか、クリミア戦争が起きてとか、で、今、港がどうのこうのみたいな話で、琉球側が伝わって、琉球から薩摩藩に伝わって、薩摩藩から幕府というか、そういった情報ルートがあるんですけど、そういった情報はあるんですけど、たまたま違う異国船関係資料を読んでると、これはちょうど1868年の時期なんですね。もう
もうばあの青天を衝けの世界じゃないですけども、あの大河ドラマの世界じゃないですけど、ちょうどその明治維新の状況の時に一隻のこの異国船が琉球にやってきてたんですけど、その経由が何ていうんですか、日本経由なんですね。横浜を通って、どこ行ったかな、横浜大阪行って薩摩のところ行ったかな、その後に琉球に来てたんですけど、そしたらその琉球の通詞たちがいつも通りなぜこの国にやってきたんですかみたいな話をした時に、何ですかね、ちょうど日本本土で起きていた幕末の情勢をこう生で伝えるといいますか、例えば旧幕府軍側と薩長同盟がいてねみたいな話 でそれを戦っているんだよみたいな話を結構生々しく伝えるんですね。でそれでもうそこが非常に個人的に面白いなと思ったんです。異国船というのはこれまでその基本的には中国大陸の情勢が伝わる話なんですけど、意外とその日本経由の異国船からは日本の情報を伝えてくれるというか、で個人的にもっと面白いなと思ったのは、その薩摩の薩長同盟と旧幕府軍が戦っている鳥羽伏見とか戊辰戦争の話をわざわざその琉球の在番奉行に伝えるなっての面白いなと思いましたね。当事者の人に当事者に伝えるというか、琉球の在番奉行からしたらもうすでに知ってるよというか、俺たちが戦ってるんだからすでに知ってるよという情報でも、やっぱり異国船からやってきた情報だから、まあ、伝えるというか、そういった意味ではやっぱり異国船関係記録を読んでいくと、なんていうんですかね、来航する航路が違うだけでも、まあ、持ってる情報が違うんだなというのは、今回その資料、まあ、一つぐらいしかなかったんですけど、それ読んで大変思った次第です。こんな感じです。ありがとうございます。まあ、ね、今と違ってそのメールもないし、電話もないしという時代ですから、ね、なんていうかその入ってくる情報を、っていうのは、まあ、それがたとえ知っている情報でも大事だったんでしょうけど、そうそう、ね、まあ、例えばその、まあ、少し対外関係、まあ、欧米関係ではないですけど、まあ、京都の近衛家との琉球のやり取りの中で、まあ、薩摩に滞在したことのある、まあ、僧侶が、まあ、仲介役になって、連絡を取り合ったりとかっていう、まあ、それぞれね、時代時代において、まあ、相手によって、まあ、いろんな、連絡ルートがあったっていうのは、まあ、まず間違いないことなんだろうなっていう、その連絡ルートのあり方っていうのが、この、やっぱり古文書からわかるっていうのが、まあ、一つ、面白い話なのかなと思います。まあ、今まで考えたらね、誰と誰が LINE でつながってるとかって言ったり、Twitter のフォローとかね、フォロワーの関係だですよとかっていうのと似てると思うんですけど、まあ、ちょっと生々しい、ね、話だなとは思います。うん、で、まあ、それがやっぱ解明できることによって、まあ、情報伝達で、それをどう活用したのかっていう、国のあり方っていう、うん、まあ、一つの情報戦略っていうところにもつながるかなと思うんですけど、まあ、これはね、まあ、おそらく僕の専門ではなくて、まあ、誰か興味を持った人がやればいいとは思うんですけど、まあ、こういう研究もできるのかなっていうふうに今聞いてて思いました。はい、で、そうですね、じゃあ、まあ、この辺で、まあ古文書から見たまあエピソードトークっていうのを一度まあ切り上げて、まあ、そろそろ締めに入るような形で、まあ、僕から二人に聞きたいことがあるんですけれども、まあ、今回、琉球沖縄歴史第3号には、まあ、お二人の論文を含めて、まあ、ジョ・ウンジさんという、韓国からの留学生の方が、まあ、朝鮮関係の、まあ、対外関係史、まあ、琉球の対外関係史を、まあ、論文に載せてて、まあ、もうほぼ同時期のこの1800年代中盤の、琉球の対外関係っていうものを、まあ、3つの論文で、まあ、読むことができるんですけど、まあ、その中で、まあ、今回ちょっとジョ・ウンジさんはいらっしゃらないので、とりあえずまずお二人に聞きたいのが、まあ、それぞれ、まあ、視点、着眼点が違う、まあ、内容も違うとは思うんですけれども、お二人から見て、お互いの論文のまあ相違点であったり、まあ、共通点、まあ、その中で、じゃあ、お二人がやってきた、まあ、大きくくると、まあ、この、くくり方がいいのかわからないんですけど、いわゆるその琉球史における、まあ、異国船研究っていうのは、どういったものだったのかなっていうのを、まあ、少しお聞きしたいなと思いますけれども。
どうですかね、どちらからでも構わないんですけれども、お答えできますかね。単に本当に主観で構わないので、お聞きしたいんですけれど、いかがでしょうか。この方でじゃあ、よろしいですか、お嬢さん。すいません。ありがとうございます。そうですね。僕も、お嬢さんの論文も、読ませていただいて、いろいろと反論も僕いろいろあるんですけれども、これはちょっと置いといてですね。やっぱり僕、大城さんの、着目した点っていうのは、やっぱ非常になんか、鋭いところかなって僕は、思うんですね。従来、これまで、五条目っていう議論が出てくる前っていうのは、間食南鴻に沖内宣言書を紐解けばわかるんですけど、琉球は、外国の船がやってくると、食料を無償提供していると。これはつまり琉球が平和的な外交術から出たこの行為なのだみたいな感じで言ってた時期があるんですね。それが結構長かったんですけど、ところが、お嬢さんがおっしゃった、論文で取り上げている、やっぱり、島尻先生の論考で、やっぱその五条目ですね。それ以前から五条書きの存在知られてたみたいですけど、ちゃんと文章の、としてはっきりとして明記されたのは、島尻先生だと僕は理解しているので、そうした流れで、やっぱりその大城さんの今回の論文っていうのは、やっぱなんていうのか、やっぱ1980年代以降の琉球史の対外関係の中での重要な論点の一つだったものを発展継承させる形でやっているっていう点で、やっぱ非常に、革新的ですね。やっぱり、異国法御用調に関しては僕もまた違う解釈があるんですけれども、これはちょっと置いといて、やっぱりそこは、やっぱその五条目とは違って、従来、ほとんど存在、痕跡しか捉えられなかった資料だったと思うんです。その中で、大塩さんが今回性格とかを含めて、他の資料との比較であったりとか、そういうことをやられたのが、すごいもう、なんですか、先駆的、本当に先駆的な論考だなって僕は思ったんですね。ちょっと感想みたいになってますけれども。で、やっぱそういった、共通点として挙げるんですよ。やっぱ僕と大城さんは、資料ですよね。やっぱ資料が、やっぱどう、欧米との資料をどう読む、関係の資料をどう読むかみたいなのがやっぱ共通していて、これは僕も大城さんとずっと話はしているんですけど、やっぱりこれまでの欧米との関係っていうのは、所要の前提がやっぱ多すぎると思うんですね。やっぱり、これはもうこうだったからこうだろうみたいな形で、そこに、もう一度再検討する余地ってあまりないような、ないような雰囲気を作ってたと思うんです。なんか、例えば、総理官、政官、虚構の存在とか、ダミーとかですね。そういう形のものを作ってるわけで。だから、その中で、大塩さんのこうした論文っていうのは、従来の、富山先生の解釈も含めて、やっぱり、素晴らしいと思いましたし、やっぱり、僕も全然、あれまだですけど、この資料を通して、欧米との関係どう見るかっていうので、やっぱりすごい似ているかなっていう感じはしました。じゃあ、これまでの琉球と欧米の関係の研究っていうのは、ちょっと僕一人であれなので、ちょっと大塩さんからちょっとコメントいただいて、また二人で一応話し合いながらやりたいなと思います。はい、ありがとうございます。それでは、大城さんから。はい。なんか、すごいなんか褒めてくださってありがとうございますって感じなんですけど、そうですね、僕もオレオクさんの論文を今回の、これに合わせて読ませてもらったんですけど、非常になんていうんですかね、外交文書っていうのが、資料の中だと、どうですかね、資料で何て出てくるのかな、書き付けとかで出てくるのかな、だと僕もわかんないんですけど、なんか資料で、そういうやり取りされてるな、不正官とかが、そういう英人なんかでやり取りしてるなっていうのは、異国日記とかの記述では、ちょいちょい出てきたりして、それは見てたんですけど、じゃ実態に、じゃあ、その外交文書というのがどういった仕組み、構成なのかというのが、正直、わからないなという感じで、いずれなんか機会があれば、ちょっと勉強してみたいなと思ってたんですけど、でちょうどそのために、いろいろ、なんですかね、ちょうどこのね、国書が、ひっくり返ってますけど、国書がね、結ぶ外交っていうのが、松方冬子先生、東大の先生が出されてて、ちょうどこれを読んでて、勉強してる最中に、おろくさんがこの論文を発表されたので、ああと思って、ちょっと先にやられたなと思っちゃ 思っちゃったりしてたんですけど、ただ、やっぱりその、改めてその対欧米発給文書を見ていくと、先ほどの総理官文書とかですかね、先ほどのおろくさんのお話を聞いてると、やっぱり、ちょっとその前のちょっとやり取りしたんですけど、やっぱ国書的な性格もやっぱりあるんだあなりとまいうすのね。は、ちょっと、
非常に今回この本読んだ後に大六さんの話を聞けて非常に気づけたんで、とても僕にとって大きな収穫だなというふうに思いました。琉球と中国とかの間だとね、外交文書という形、まあ、歴代法案とかいろいろもあると思うんですけども、琉球と欧米でそういった視点で考えることができるかなっていうふうにちょっと疑問を持ったときに、ちょうど国書そう大六さんが対欧米外交文書の性格を非常にこう分析されて、バリエーション豊富に分析されてたので、大変個人的に勉強になりました。はい、でやっぱりある種言えば、その何ですかね、これまでの異国船対応、まあ、簡単にですけど思って見てたりすると、まあ、最初の僕の報告でちょっと冒頭で触れたんですけど、どうしてもやっぱ2つの対策にこう注目、もう僕もしかりなんですけど、対五条目なん御用書とかの、まあ、対応規定の存在と、ダナー先生がやられた、まあ、虚構組織、まあ、と言われているような存在の、だいたいこの2つなんですけど、やっぱりそういった対策というところに、新たにその、まあ、古文書学的な話というか、外交文書という視点を手に、視座というか、光を当てたのは、非常に、なんていうんですかね、それこそ先駆的だなという個人的に思ったりしています。うん、オラクさんに、はい。で、ただ、なんていうんですかね、多分対策、琉球の異国船対応を見ていくと、やっぱり僕がやってる規定のしかり、まあ、あくまで規定の存在もありますけど、総理官以外にも、ね、異国船に関わっているセクションというか、人たちがいますよね。それこそ最近、異国通事の、分析をされている方もいらっしゃいますけど、それこそもっとこのミクロに行けば、石板人の話とか、あれがどういった話で、なんですかね、まあ、関わっているのか、よくあまり個人的に分からないんですよね。で、プラス異国通事もどうやって、なんていうかな、琉球国内で、まあ、家父とかには記録として出てくると思うんですけど、異国通事がどうやって育成されているのかという面を含めて、いろいろまだまだいろんな資料をひっくり返しながら見ていくと、断片的ながら掴むところあるのかなと思ったりしています。まあ、はい、ちょっとこんな感じで。はい。はい、ありがとうございます。まあ、お二人の、まあ、相互の、まあ、研究の、まあ、違いや共通点っていうものは、まあ、お聞きできたと思うんですけど、まあ、もっと、なんていうんですかね、概念的な話、お二人からお聞き しないといけないなと思うのは、まあ、じゃあお二人にとってその異国船研究っていうのはどういったものだったのかなっていう、まあ、これからもそのお二人がまあどういった研究を続けていくのか、まあ、これをまあ元に、まあ、発展するのであったり、まあ、発展的な議論をするのであったり、まあ、また違う分野に行かれる可能性もあるとは思うんですけれども、まあ、このお二人 その論文を執筆するにあたっての、異国船研究っていうのは、まあ、どういったものだったのかっていう、うん、まあ、まあ大雑把でも構わないんですけれど、僕にとって異国船研究ってこうだよとかっていうことをお聞きしたいなと思うんですけど、いかがでしょうか。僕から言いましょう。はい、じゃあお願いします。非常に大きなテーマだなと思いつつもあれなんですけど、なんか異国船って琉球王国、琉球史の中でも何て言うんですかね、こう中流関係とか日流関係、まあ、対外関係の世界でいきますと、また違った側面なんですよね。で、特に思ったりするのが、異国船というのは中国とか日本とかとは何て言うか意図していない関係性というのが僕はとっても面白いなと思ってて、何て言うんですかね、まあ中国と琉球はもちろん古くから付き合いもありますし、日本との関係というのは1609年以降一気に距離が縮まってというところがあるんですけど、異国船というのはふとした拍子にやってきたっていう人たちなんですよね、異国人というのは。そういったふとしたやってきた人たちに対して、じゃあ琉球はどうしようかっていう、ある種言えば想定してない出来事に対して琉球で自らこう対応を構築していくというようなところが見れるのが、やっぱりある種では真の何ですかね、外交体制が見えやすいところなのかなと。これまでその中国と日本と違って、中国と日本とのようにこの用意してた外交体制ではなく、ふとした拍子でやってきた国家に対して、人たちに対してどういった対応をするのかっていうところ、まあ、ある種では何ですかね、有事的だったのかも分かりませんけど、そういったところに琉球はこういう規定を用意してとか、こういった組織を用意してとか、徐々にこう経験を通じていろいろ構築していくと思うんですけど、そういったところを非常に見れるのが、異国船をやってるテーマの非常に醍醐味というか、面白みだなというのを思ったりしています。で、まあ、そういったところをちょっともうちょっと何ですかね、よりこれまでは大きな議論だったんですけど、よりまあ細かい人たちの対応していた通事とか石板人とか、
細かい人たちにちょっと焦点を当てて、今度はこう、なんていうんですかね、絞って、ちょっと今後もまた勉強していきたいなというふうに思ったりしています。はい、今、ちょっと簡単なんですけど、以上です。はい、ありがとうございます。じゃあ、そうですね。まあ、僕はちょっとあんまり異国戦と言いたくないので、こっちは欧米戦という形で言いますけれど、そうですね。まあ、どういう意味があったかっていうのはまだちょっとあれですけど、まあ、まだまだ僕は先があると思っているので、なんかこの論文で全てを論じ尽くしたと僕とても思っていないので、まあ、これから、まあ、どういう、まあ、まあ、これまでどうだったかというよりは、むしろ現在僕が欧米との関係を研究するっていうのはどういう意味があるのかなっていうのを、ちょっと漠然としている抽象的な話になりますが、まあ、そういう話でちょっと変えさせていただきたいと思うんですけど。はい、お願いします。そうですね。やっぱり、まあ、さっき大塩さんも言ったみたいに、まあ、欧米との関係っていうのは中国と日本とまたちょっと特殊な関係だとは思うんですね。で、やっぱり、まあ、僕自身の問題としては、やっぱり琉球史とかもそうですし、琉球と欧米との関係っていうのを、いわゆるどういう形でもう世界史とつなげるとかですね、そういう形と深めて議論ができるかっていうのが僕はやっぱちょっとすごい関心というか、そこをやっぱり考えているので、まあ、なんていうんですか、僕はただ単にやっぱその興味以外にも、やっぱその19世紀、かまあ、それ以前からやっぱ世界もグローバル時代なので、世界的に見ても、そういうグローバルな化がどんどん加速していったの19世紀において、やっぱ琉球っていうのは、まあ、シンプルにどういう形でうまくやっていこうとしたんだろうっていう、本当にシンプルな問いなんですね。で、その一つの一つとしてやっぱり欧米との関係が僕はあるというのが僕認識なんですね。なので、まあ、これまでやっぱり欧米との関係っていうのはむしろちょっとあまり消極的なイメージで捉えられがちなんだけれども、実はむしろその欧米との関係を使って逆に薩摩に対するカードとして使うっていうところも琉球あるんですよね。そういうところがやっぱあるんです。なので、やはりこれまでの一面的なその琉球と欧米との関係っていう歴史像は、これからのやっぱりその琉球と欧米の歴史像っていうのは、まあ、そこからも抜けないといけないと僕は思いますし、やっぱりあと、やっぱり、そういう歴史像を提出することで、やっぱじゃあこれから、なんていうんですかね、まあ、沖縄の社会ってどういうふうに貢献できるのかっていうのも今後のやっぱり課題になると思いますし、そういういろいろ自分なりに今も試行錯誤を続けて研究をしている感じです。はい。ありがとうございます。まあ、まあ、お二人の、まあ、この、異国戦研究、まあ、欧米戦研究に対する、まあ、思いであったり、まあ、今後の展望について、まあまあ、お伺いできて、まあ、よかったと思います。で、まあ、そうですね、いろいろと、まあ、この後もやっぱりそういったお二人の視点から、まあ、研究することで、まあ、さらに新しい、まあ、これもやらないといけない、あれもやらないといけないっていう、まあ、物事が、まあ、出てくるとは思うので、まあ、それも、まあ、噛み砕きながら、まあ、発表、ね、していただくことっていうのが、まあ、やっぱり琉球史研究、まあ、ひいては、まあ、沖縄の歴史っていうのを、まあ、より鮮明に、いろいろな人に知っていただくっていうことにつながるのかなと思います。で、まあ、そろそろ、まあ、2時間近くにもなって、できましたので、まあ、まあ、締めに入りたいと思うんですけど、まあ、その前に、一点、お二人の研究に、まあ、関わる質問が来ていますので、まあ、分かる範囲でお答えいただけたらなと思うんですけれども、後世山田さんから、まあ、戦議なんかで、まあ、まあ、いわゆる琉球の裁判資料ですよね。まあ、戦議なんかで、欧米関係の対応をどうするか議論したものとかってあったっけ、あると面白いのになっていう質問が来てるんですけれど、まあ、正規文書であったり、そういう、まあ、関連文書とかであったりで、そういった情報とかって入ってるものってお二人ご存知ですかね、あるのかないのかっていう、まあ、分かる範囲で構わないんですけれども、教えていただけたらなと思います。よろしいですか。はい、山田さんがおっしゃる通りにありますね。戦議にもちゃんとそういう資料があって、牧師長中の昇進の話とかも出てきますし、あとは、やっぱ条約の話も出てきますね。だいぶ前に読んだのちょっと記憶があやふやなところであるんですけど、確かにオフ内の戦議でも、やっぱそういう欧米との関係とかも出てきますし、まあその有名な牧師長中を、どういうのを昇進とかですね、そういうのも出てくる。出てきます。はい。
そうですね、なんか、その話を聞くと、僕も牧師長中の、戦議は、多分、圧倒的戦議かな、うん、何かにも出てきた記憶が、確かにありますね。うんうん、確かにあったと思います。はい。ありがとうございます。大城さんも、小啓文書、よく見てらっしゃると思うんですけど、大城さんからも何かありますか、ね、補足とか。戦議の中で、あったと思います。僕が読んだの中では、多分琉球、条約締結以降の話だったと思うんですけど、日本和歴で書いてたかな、ね、明治5年か6年の戦議だったと思うんですけど、なんか見てると明治政府がやったら琉球の条約を渡しなさいみたいな話が出てくるんですね。これはもうすでに丸子さんが検討して言及してる話なんですけど、これいわゆる琉米琉仏琉蘭の三条約を明治政府が渡しなさいという話なんですけど、これについて議論してた話が明治6年か何年かの戦記に出てきてですね、各王子アジクラスの人間が集まってどうしようかみたいな話、最終的にこの段階で多分結局渡さなかったみたいな話に帰結したと思うんですけど、はい、そういった条約をめぐる何ていうんですかね、戦議の、議論の内容というのは証言の戦記の中に入ってたと思います。はい、以上です。ありがとうございます。この、厚生山田さんからの質問に、対応しながらも、それぞれ先行研究等でもあまり触れられていなかったりするもの、まだ議論の余地があるものっていうのが、欧米戦関係、異国戦関係には、また多々あると思います。で、その中で、伊藤洋二さんから、そろそろ近世紀の対外関係のマニュアルを整理してまとめる時期に来ているのかもですねというコメントがあるんですけれども、この近世紀の対外関係のマニュアルを まとめる仕事っていうのは、上の世代の先生たちが、やることにもなるかもしれないですけれども、今日発表していただいたお二人が、積極的に関わっていただけるような状況っていうのが、来ると、嬉しいなと思いながら、今日のこの会を、締めに入りたいと思います。お二人とも、長時間お付き合いいただきましてありがとうございました。特に急遽決まったの中で、分かりやすいスライドをご用意してくださり本当にありがとうございます。でまた、視聴者の方々も、2時間という長時間にわたり、お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。ですね、今日の、この回というのは、生配信は、これにて終わりにさせていただきたいと思うんですけれども、次回の、配信について少し、ご紹介させていただきたいと思います。はい、次回、生配信で、3時チャーまで待てないということで、10月2日土曜日の、午後3時から、これはですね、今までの回と違ってですね、なんていうんですかね、お昼からやるものなんですけれども、この第3回、この沖縄本がすごいを、受賞された、新庄和弘さんの簿記の沖縄戦後史プラスについて、ウェブトークショーを、この沖縄歴史クラブで、開催させていただくこととなっております。出演はですね、著者であります新庄和弘さんと、沖縄歴史クラブから、小羽倉慶、前田裕樹の両名で、もう一人、お手伝いしていただきますのが、沖縄国際大学の秋山道博さんで、この4名の方に、トークショーを行っていただくこととなっております。10月2日土曜日午後3時から生配信でトークショーを行いますので、お時間のある方はぜひご視聴していただけましたら幸いです。はい、それでは画面共有を停止いたします。はい、で再度になりますが、長時間お付き合いいただき誠にありがとうございました。はい、この生配信が良かったと思われる方は、いいねボタンを。で、さらには、チャンネル登録の方も、よろしくお願いいたします。それでは、今日の配信はこれにて終了とさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。